はい、皆さんこんばんは、上村優希です。今日のこの配信ではですね、僕がハマっているゲームをやっていこうと思ってまして、配信のタイトル、まあ、サムネにもあると思うんですが、皆さんシャドーバースというゲームご存知でしょうか。スマホでプレイできるいわゆるカードゲーム的なゲームなんですけども、で今このゲームを使用したですね、レイジシャドーバースプロリーグっていうのがありまして、それを僕たちボルカロットスティングがテーマソングを手掛けてました。ダイバーという曲で手掛けてます、提供させていただいております。でその縁もあって僕がシャドーバース実際やってまして、この縁もあり僕がもともとやってたっていうのもありまして、シャドーバースの大会に出てみようかと、僕が実際で実際に大会に出ることが決定しました。エントリーしました。でそれが承認されてちゃんとね出ることを決定しましたんで、でそのレイジっていう大会なんですけど、もうその参加者が自体が1万人ぐらい集まってるすごい大会でですね、本当毎回盛り上がってるんです。でこの前も配信出させていただきまして、結構ちゃんと盛り上がってまして、で優勝賞金も400万円なので、どうせ僕出るんでね、400万円ゲットできるように狙っちゃおうかなと思っております。でガチで練習していきたいと、ガチで優勝狙ってますんで、シャドーバースにめちゃくちゃ詳しいお二人を招きました。それではどうぞ。どうも、シャドーバースのプロゲーマーで G by G っていうチームに所属していますリグズです。よろしくお願いします。はい、シャドーバースの大会で解説を務めています海老原優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロ選手のリグゼ選手と解説の海老原さん、はい、お二人ともよろしくお願いします。お願いします。そうですね、お二人と配信で、この前の配信で出させていただく、はい、この配信をするっていうことが決まりまして、うん、で実際そこで初めましてしてですね、今日2回目ですもん ね、 そうですね、まだね、今日2回目ですよね、まだ。そうです。でシャドーバースのことをちょっと事前にちょっと聞いて、リグゼ選手にそのデッキ構成どうしたらいいですかと、はい、みたいな話を DM でさせていただいて、でまあちょっと僕もプレイしつつ、はい、で超練習して今日来ましたいやこれねびっくりする話があって、シャドーバース結構一周すると大体100ずつ増えるんですよ、数字がポイントがね、ポイントが増えるんですけど、はい、上村さん、なんか事前に連絡もらった時はまだ C2 っていうランク帯にいたんですけれど、なんか今日会ったらその7000ポイントぐらい増えててめちゃくちゃやられてたっていう。爆盛りしてるんだマジ。起きてもやったし、はい、移動中もずっとやってました。本当ですか。いやすごいな。めちゃくちゃ嬉しいですね、こう考えると。いやすごい、起きてから移動まで全部やってるってすごいよねなかなかできないですよ本当に。プロの選手に習うんで、はい、もうマジでちゃんとやんないとっていう気持ちもありつつ、全然もう本当にスイックだゆるふわでいいんですけど、いやでもすげえ楽しみです。なんか、はい、こういう機会ってなかなかないと思うんで、シャドーバースプレイヤー、いや逆にこちら側ないですよ。本当ですか。いや本当に逆なんですけど我々の方ですよこちら側の機会の方が本当になくて、いや今日いや改めて考えたんですけど、はいはいはい、なんかどんだけ自分幸せもんなんだろうなみたいな哲学的なとこまでたどり着いた。いや本当にだっていや考えてくださいよ、ボルカドッタースティングレイさん公式の YouTube チャンネル呼んでいただいて、上村さんに教えることができちゃうなんて世の中何人いるんだっていう、まあ、いないね、今のとこ2人だから、今のとこ2人しかいないのでオンリー2でね。で今日がこのチャンネル、ボルカドッタースティングレイチャンネル初めてのゲーム実況です、はい、いや本当にプレッシャーやばい。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。僕も失敗できないなと気持ちが来てますよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそのレイジという大会についてなんですけど、はい、ちょっとルールとかはその把握してるんですけど、そのゲーム自体の、はいはい、参加者が多いので予選からこうしっかりこう順番に勝ち上がっていく必要があるんですよね。そうですね、はい。でちょっと海老原さんにスケジュール的な、はいはいはい、アニゾラ的な説明していただいてもいいですか。はい、じゃあレイジについて簡単に説明していきます。スライドお願いします。
一次予選がですね、7月の17日今週の土曜日と18日の日曜日にありまして、その後次の週の25日ですね、そこで二次予選というものが行われて、さらにさらにその後にプレーオフというのがあって、8月の15日の日曜日にそのプレーオフを行いますっていうところで、簡単なスケジュールはこんな感じですね。はい、ありがとうございます。おっとT シャツ、うちの T シャツに早着替えていただいて、はい、いやお二人にね、はい、その江原さんは先に来てくださったんですけど、はい、これですね、その配信の日に会った時にお渡しして、はい、これいただいちゃって、いただいたんですよ。本当にもうめちゃくちゃ嬉しいっす。かわいい、半泣き、半泣きビビね、半泣きのビビ、ね、かわいいですね。配信見てる人も、あ、そうだ、僕、そう、それで言うとビブスを今日衣装さんに作っていただきました。ちょっと立ちますね、これかわいい。ビブスを作りました。すごい。これちなみにあれですよね、後ろもなんか、そう、後ろもほぼほぼ同じのやつが入ってます。最強最強。後ろにちゃんと あれですね、後ろもなってて、かわいいですね、本当にいいですよね、とにかく強いことをアピールしてます。そうっす。気持ちから入って、気持ちだけはマジで、シャドーバースってもハートでやるゲームなんで、そこ大事です、かなり。なるほど、バンドもハートっていう噂があるんです。あ、じゃあもう一緒です。でもハートとハートじゃないですか、はい、完全に。もう一緒です、完全に。気持ちだけは頑張らせてください、本当。いや、さすがです。はい。でですね、はいはい、2人にシャドーバースを教えてもらうってことで、はい、何個か事前にですね、僕も質問を考えてきました。はい。お、質問が。ちょっと聞きますね。はい。で、今環境の強いデッキをお二人に教えていただきたいなと思うんですけど。なるほど。いいですか、じゃあもう質問を、そう、答えたいんですけど、はい、正直僕たちもいろいろ聞きたいことあるんですよね、はい、ホルカさんの。なるほど。カウンター？カウンターなんでちょっと強いデッキを教える代わりに、ちょっと教えた後に、はい、ちょっとこうダイバーってこう、あの僕たちのプロリーグの歌作っていただいて、はい、まあ、ちょっと歌詞とかあるんで、まあ、それに対してちょっとだけ気になることあったんで、はい、その後に質問してもいいですかね。ぜひぜひ、はい、どうぞ。じゃあちょっと、じゃあまず強いデッキが気になるということなので、はい、デッキの方、デッキね、先にね、はい、頼むよ、先に。まずは画面出ました、こちらですね、まず、はい、はい、まあ、上村さんにもね、事前 に、はい、はい、教えたというところなんですけども、はい、今の流行りの進化ウィッチっていう、はい、デッキタイプでございます。ちなみに回してみてどうでした？いや、なんか難しいなっていう印象ですね、はい、いや、そうなんですよね。これちなみにトッププレイヤーも頭悩ませてるんですよ。はいはい、本当にカードゲーム難しいなって言ったところで、このデッキ、シャドーバース進化ってあるんですけど、進化を5回目指すデッキみたいなところでですね、はい、進化5回すると、なんかこのカード、堕落の決意ってカードがカード2ドローするようになったりとか、はい、あとですね、ギルト会議っていうカードが、はい、まず5回復できるみたいな。なるほど、なるほど、はい、ところで進化5回を一つ目標に、していただければなっていうデッキタイプになっています。はい、これが進化ウィッチってやつですね。はい、もう一個がこちら、ネクロマンサー。お、ネクロマンサーです。はい、はい、これも流行ってるよね、今ね。これも結構流行りで、はい、ちょっと今議論が出されてて、このミルティオってカードがあるんですけど、はいはいはい、これを入れるか入れないのかっていうのと、このセレスを使うのかみたいなのも、はいはい、議論になってるんですよね。なるほど、なるほど。揉めるんですよ、カードゲーマーは。はい、もうこれがベストだろ、ベストだろみたいな。あ、そうなんですよ。なるほど、なるほど。ベストの、どっちが、こっちがベストだろうみたいな、こっちだろみたいな言い合いは激しいです、はい、本当に。なるほど、激しいんですよ。方向性の違いとかでデッキ組めなくなったりする時もあります、本当に。なるほど。バンドみたいな感じなんで、デッキは。なるほど、それもバンドと一緒か。それも、もうもうほぼシャドーバースバンドと一緒なんで、音楽ほぼ一緒なんで、本当できると思います。マジ頑張ります。パッションで乗り切れますんでね、はい、で、まあ、3つ目4つ目、まあ、僕がじゃあ紹介させていただきます。はい、はい、3つ目がこちらですね、機械連携ネメシスって名前でいいんですかね、一応、はい、人形かな、人形か、機械人形ネメシスですかね、一応正式名称は、はい、はい、この多分、まあ、ランクマッチ多分やられてると思うんで、そう、めちゃくちゃいますよね。これ嫌な、これ出てきた時嫌じゃないですか。そうそう、この顔、こいつめちゃくちゃ強くないですか、上村さん。今9コストぐらいになっちゃったらおしまいぐらいの気持ちがいや、でも実際合ってるんですよね、うん、本当に。
9の前にどうにかして勝たないといけないっていうこの、まあ、エンドカードって言われてる、まあ、この締めのカードがあるし これもなんか出てきてちょっと大変なことになりませんでした、はい、大変ですねそれはあもう終わり終わりなんだなあのこの2つは出てきたら終わりです、はい、シャドーバスが終わります、ね、完全に終わりなんですよこのカードたち出てきたら、はい、っていうのが、まあ、ネメシスですね、はい、まあ、このデッキも結構流行ってると思うんですけども、あと最後にですねこちらですね、あんまり見かけないかもしれないんですけども、はい、トップの中では結構いらっしゃるんですよ。はいはいはい、はい、なんかまあこれどうですか、どんな感じのデッキか想像つきますかね。もうこれもあれですか、後半に向けてワンタン切りみたいなことですかね。あ、おめちゃくちゃやられてますね。そうなんですよ、ですよ本当にこのカードがなんか20点ぐらい持ってっちゃってですよね、はい、OTK ってなんかワンタン切るって言われてるんですけど、それ一発で削り切るデッキっていうことでこれやられました、もしかしてやられました、やられました、多分8回ぐらいやられてます僕。めちゃくちゃやられてます。結構もう普段からプレイしてらっしゃるんですか上村さんは。いや、あのですね、はいはい、そのバハムート降臨ぐらいから、はいはいはい、ライズオブバハムートですかね、はい、あの辺からやり始めてちょっとなんか、そう端末以降で一回ちょっと溝があるんですよね、やってなかった時期が、はい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 、で復帰して今って感じです。なるほど、そうなんですね。そうです。あ、じゃあ結構ちょっと間は空いちゃってる感じ。間空きました。なるほどなるほど、復帰勢ってやつですね、いわゆる。あ、なるほど。でもシャドーバースってこうローテーションっていうルールがあって、はい、あの古いカードは使えなくなって新しいカードしか使えなくなるんで、カードプールとしてはだいぶ狭まってはいると思うので、はいはい、新しくやり始めた復帰勢の方でもやりやすいと思います、はい、確かに、うん、でもなんだかんだこう復帰って言ってらっしゃったんですけど全環境やられてるんですよね、はい、そうです、前の環境からやってて、グレモリーネクロマンサ ー、 おー、グレモリーネクロマンサーって単語がちょっと飛んでくることに衝撃がやばい知らない方からしてみたらなんだその横文字はみたいになると思うんですけどこのゲームの一番強いデッキを完全に知られてるっていう、把握してたっていう、そういう状況なんですよね、はい、すごいな、グレモリーネクロマンサーってワードが聞こえると思わなかったな、まさか。やばいですねっていう、まあ、はい、他にもまだあと紹介したデッキ、まあ、ロイヤルとかドラゴンとかもあるんですけども、はい、まあ、今回はまあ4つぐらい、とりあえず4つ、はい、紹介させていただければということで、うん、まあ、こちらのね4つなんですけども、なんか好きなリーダーがいるって聞いたんですよ、はい、お、そうっす、僕そのウィッチ、ウィッチ、はい、ウィッチ好きで、だから超越ウィッチ好きだったんで、その流れでウィッチ好きなのと、そのグレモリネクロマンサーを全環境使ってたんでネクロマンサー、ネクロマンサー、はい、っていう感じです。もうずっとだって7000BP か、7000BP を盛るってことは100戦ぐらい多分やられてたと思うんですよ、この3日間で。多分やってますね、はい、単純に100しか増えていかないんで、はい、100戦ぐらい増、ね、どれぐらいやりましたネクロマンサーそのバランスって言ったらいいですか。あ、その2つのバランス的なの、はい、ネクロマンサーが8割型80戦ぐらいこっちを回してたと思いました。じゃあだいぶネクロのが得意ですか今のところは。今のところネクロの方がそうですね、数やってるんで、はい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 、はい、どちらかというと自信があるって感じです。じゃあやっぱりウィッチの方がちょっと不安というか分からない部分が多いんで。そうですね、不安ですね、はい、難しいですよね、ウィッチの方が難しいからね、デッキがね。だからやっぱそこは知りたいですよね。そう、知りたいんですウィッチを特に任せてください。お、できる、任せてください、できる今日教えちゃいます。そうすと、これ完璧に使えるように、はい、2つ目の、ね、質問がデッキの使い方を教えてってことで、はい、教えていただきたいなと思っております。じゃあ、はい、教えちゃおうか我々で。いいですか、いっちゃいますかいいですか早いですけど、で先に、お手本プレイってことでちょっとやっていただきたいなっていうふうに思ってるんですけど、はいはいはい、あ、我々の方でリグゼさんかな、先に。じゃあリグゼさん、違うか、いや、僕で大丈夫ですかね。大丈夫ですかね、ウィッチは、はい、ウィッチか、ウィッチから好きですね、先ウィッチから、はい、あ、どうします、ネクロマンサーからでも全然大丈夫です。そう、今ネクロマンサー出してたのはネクロからなのかなと思ってます、はい、ネクロからいきましょうか。ネクロからいっちゃいますか、はい、せっかくなので、じゃあ海老原さんにちょっといいですか。あ、じゃあ端末持っていいですか。これじゃ あ、 あの今ここでルームを立てるので、はい、あのシャドーバースってあの対戦をあの募集することもできるんですよ。なるほど、はい、なので今こちらにあるルームを作成っていうのを押すので、そこに移った番号を押していただくと対戦できるということで、よければあの視聴者の方と対戦してみて、こう回し方をね教えていただあのいければと思いますので、早速作成します。お願いします。これあれか、もう簡単にこう
プロの人とも試合ができるってことですね。そうですね、本当に、はい、募集、まあ、結構普段もしてますので、はいはいはい、簡単に戦うことできちゃうし、はい、ランクマッチで遭遇することもあるんですよね。おお、早速、はい、早すぎるモノを追ってみたいさん、よろしくお願いします、はい、こうやって文字も打てます。はい、じゃあ早速、じゃあ対戦していきます。はい、でもこの赤色のやつってあのグランドマスターっていう一番上のランクなんですよ、はいはい、一番上のね。多分上村さんもこのままいったらいけそうなんですけど、マスターまで目指します？目指しますね。本当ですか？すぐもう慣れるように頑張ります。結構多分このペースでいくと今週慣れる今週はやばいですすべてを投げ打たないと、はい、いやでもペースはかなりいい、ね、今月とかで本当に、まあ、A 隊は突入するレベルかなっていう、はい、非常に楽しみですね。あ、お相手はドラゴンですね。ドラゴン。パパ、ママ、ルナを守ってね。これあれなんですか、その、はいはい、相性的なのはどうなんですか、ドラゴンのデッキ。まあ、わかんないと思うんですけど。そうですね、デッキタイプによるんですけど、最近のドラゴンっていうのは結構コントロールする、はい、相手をさばいて勝つみたいな多いんですけど、はい、ネクロマンサーは結構さばかれやすいデッキなので、なるほど、もしかしたらそのタイプだとちょっと厳しいかもしれないですね。なるほど、楽しみになってきました。これ手札交換はネクロマンサーやっぱ序盤からこうフォア並べてって攻めた方がいいので、はい、まあこう2コスト3コスト4コストとかこう綺麗に手札をキープするといいんですけど、はい、今回この6って書いてあるオミナスタイトランとは、決勝にっていう、はい、あの2コストで置けるカードなので、これをキープしながら他の3と4の動きを探しに行きたいと思います。はい、とまあこんな感じで手札をこう入れ替えていって、やっぱ序盤からラストワードネクロマンサー攻めるのが大事ですね。はい、挨拶もちゃんとしないと怒られちゃうから、よろしくね、お願いします。でまあこれ1ターン目に使えるカードはないので、こうパスをしていきます。はい、助かる。じゃあ普段エモートとかって打ってます？エモートってあのあれですよね、よろしくねみたいな。そうそうそう、挨拶よろしくねぐらいは打ってます。あ、試合始まるときにいつも打ってる感じですか？なんかもしかしたら、はい、適当なの打っちゃうと煽りみたいになっちゃって、あ、そう、なんか気分悪くなっちゃうかなと思って最低限、はあ、よろしくお願いしますね。そうです、よろしくお願いしますだけやってます。流彩ほふる俺の一撃受けてみろ。受けます、受けます全然受けます。でこのデッキの一つのポイントとなるのが、ラストワードっていうカードを破壊してそのカウントを10個まで進めるのが大事になってくるので、はいはいはい、このカードが10個破壊すると疾走といって速く走って攻撃できるようになって、はい、どんどん攻めれるようになるんですけど、なるほど、っていうのでそのために序盤はそれを準備するターンになります、はい、なのでまずは最初このオミナスタイロントっていうのを置いて、はい、これ置くとラストワードがついてますし、はい、ここから割れたやつにもラストワードがついているので序盤に置くことで一気にカウント進められます。はい、でターン返します。いいですね、いいです、いいです。これだいぶ序盤はいい動きです。お相手はでもさっき未知との遭遇っていうねカード打ってたので、今流行りの結構自然を軸にしたドラゴンかもしれないですね。なるほど、なるほど。でこれ割れるのに、はい、時間がかかるんですよ、はい、これ今2って出てるんですけど、そうですね、はい、なので2ターン後に割れるんですけど、はい、やっぱり割れるのが遅いのやつからこう置いていって開いてくれた方がいいので、はい、ここもちょっと割れるのを置くか、まあ、盤面を広げるかっていうところなんですけど、なるほど、なるほど。うーん、2パターン、まあ、この1がくっついたんでこのボーンフリックってやつは出していきます。はい、いかすぜ骨骨スタイル。で結構この本体もセレストマグナってカードは本体にも効果がついていて、はい、出した時に相手のターン終了までリーダーはスペルとアミュレットをプレイできないという効果もついていて、結構この効果も強力なので、はい、一応取っておいて、ね、こっちの、はい、今骸骨2人目なんですけど、2人目を並べてちょっと骸骨で攻めていきたいと思います。はい、こういう風に序盤から並べていって攻めていくっていうのがネクロマンサー大事なの で、はい、で相手は竜の託戦っていうドラゴンが昔から使ってる、多分上村さんがやってる時もあったと思うんですけど、はい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 、あの託戦っていうカードで、はいはいはい、ブーストしてるので、やっぱドラゴンって昔からなんですけど、今もこうやって PP ブーストをいっぱいするのが大事なんですよね、はい、覚醒まで持っていくってことですね。あ、そうです、そうです、そうです。 7PP まで持っていくっていうところまで。ただ相手ちょっと悩んでますね、この目の前の骸骨2人に面食らっちゃってますか。こっから何してくるかっていうところで、どうですか、うん、やってる時とかって、はい、対戦相手がこういうこと攻撃してくるなとかって、はいはい、考えたりしてます？いや、なんかそこまで回ってないかもしれないです、頭が。もうとりあえず自分のいい動きをすることだけしか考えられてない。自分の、あ、次の自分のターン何しようかなを考えてる感じですか？そうです、そうです、自分が何しようかなっていう。
そうめちゃくちゃあれ大事ですよ本当に。本当ですか。あの普通やってる方あの自分のターン終わったら、はい、あの空見上げてる方結構いるんですよ。あ、空見上げてる方って誰。自分のターン終わった後にこうやって、はいはい、俺のターン来たみたいな。なるほど。いるんでやっぱ考えてるのって本当にでかいんですよね。なるほどなるほど。結構皆さん脳死でやられてる方が多いってことですか。あ、そうですそうですそうです本当に。まあでもやっぱそれも醍醐味というか、こう手軽にできるというか、はいはいはい、そういうところも大事なんですよね。そうですよね。まあ空を見上げる人もいるかもしれないんですけど、はい、僕は結構画面に集中してやってますんでちゃんと教えますので。はい、で今回は今この3コストのやつを引いたので、はい、こいつ出すとデッキから仲間を連れてくるので出してみたいと思います。でこのドクロのマークついたラストワード持ってる仲間を連れてきてくれるので、これでまたこのラストワードのカウント破壊されれば稼げるような状況、はい、状況を作って、であとはちょっとドローしたいので、これで記憶の奇跡というカードを使ってラストワードをつけながらドローしていきます。お、これで攻めれるやつは来たの で、 いいです、ね、あとはもう10まで稼、まだ0なんですけど、これで1回目稼いでいきます。はい、でこれで相手のリーダー詰めてターンを返します。いいですね、盤面も広がってて。そうですね、だいぶ順調に。ただ相手がこれちょっと攻撃してきてくんないと困っちゃうので、はい、攻めてきてほしいです ね、 ですね。相手は自然軸ですね、結構。さあさあさあ、これなんか、うん、その思考中あるじゃないですか、はい、結構その考えてたらちょっとなんか会話みたいな、なんだっけ、困ったなみたいな。あ、エモートですか。そうそう、エモート打たれて、はい、やんなきゃやんなきゃみたいななっちゃう時もありますたまに一応このせかすみたいな人もいるんですよね、たまに、はいはいはい、ちょっとせかしてこ早くしろ早くしろみたいな人もいますけどそれも心理さんで慌てちゃうんですよいやでもやんなきゃ、やられたらねえ、びっくりするよね、リグゼもね。いや、ありますよ、本当に。いや、こいつもう急いでやってこいって言ってるんだなっていう伝わるんで、ちょっと急いであげるみたいな、はい、ありますね。そこも人がやってるんでね、相手もね。いいっすよね、やっぱ人と対戦してるっていうのを感じられるところでもありますね、はい、確かに。そうですね。考える時の癖とかあります？考える時の癖ってどういうことですか？なんか普段考えてる時に、はい、僕なんかこう考えてるとこう手を隠しちゃうとかあるんですけど、なんか考える時の癖とかあります？そうだな、でもさ、顎ひげ触っちゃうかもしれないです、パーって。あ、ここですか？ここですね。今放送中なの忘れて、俺もうずっとこうやってやっちゃった普通に、え、真剣なんで。真剣にやっちゃいました。真剣にやってるんですけどまあ相手がわざと攻撃しないで、こう盤面を狭く使わせてくる戦法を取ってきたので、今1個ゴミの巣から出てくるの溢れちゃったんですけど、まあ彼が残ってくれたので、彼を進化しながらまたラストワード持ってるやつをちょっと出していきましょう。はい、おっと、本日もう一方退路なし。ただちょっとこれ盤面がねだいぶ狭いんですよね。なるほど、これもお相手がこのデッキをこう把握してるからこそできる戦法ってことですね。そうですそうですそうです。さすが一番ランク上だった。忙しい、また来るよ。1枚やって、ファネシーまでしてやるよ。ファネシー、ここもどんどん攻めていきます。はいはいはい、相手からアクションが返ってきた時に返せるように、こう返してもらえるようにどんどん攻める必要を見して、はい、まあ、なるべくこの盤面が今狭いので、相手が盤面出してくれればそこから攻めれるようにっていう感じですね。なるほどなるほど。ちょっとね、これはね特殊な難しい部分であるんですけど、はいはいはい、まあ、こうわざとこういう盤面、シャドーバースって5つまでしかカードが出せないので、はい、こういう時に盤面ロックといって、はい、わざと何もしないでターンを返したりとかして1ターンもらうみたいな技なんですけど、今この盤面上にある点数が、はい、まあ、全部もらっても自分が死ななかったらそういう戦法を取るって人もいるので、はいはいはい、ちょっとこの盤面ロックにはこの使う際には気をつけた方がいいかもしれないです、このネクロマンサーっていうクラスを使うときは。なるほどなるほど。なんで例えば PP が余ってても出さないとか、はい、盤面を埋めないっていう努力をしてみると、結構そういうのを戦法を取られないので。なるほどなるほど。これが時は今回相手はちょっとしびれを切らして並べてきましたね。一気に3体も5体全員やられちゃったんですけど、はい、まあやられた時に効果をいっぱい持ってるんで、どうにか今2つは出てきました。はい、もう一気にさっきまで2とかだったのに3とかだったのが8までいきました。はい、だいぶカウントの進みはいいんですけど、これ10になった時に出すとリーダーに
ラストワードっていうさっきのドクロのマークがついてるやつをプラス2にして守護っていう攻撃を受け止めてくれるやつを出せるっていうのができるので、これは10になった時になるべく出したいカードなんですね。なるほど。なのでこれはまだ使わないでおいた方がいいっていう、まあ、今 6PP なので、それであればこのさっき序盤に出さなかったこいつを出して相手の動きをちょっと封じてみます。了解です。よいしょ。ちょっと進化のポイントはもったいないので、ちょっとここは切らずにいって攻撃して体力を詰めていくって感じですね。なるほど。でもこの状況で有利不利とかって分かるんですか、お二人は。今、はい、こっち優勢だなみたいな、このデッキの回り方とか、はい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 、もろもろ含め。ちなみにどっち有利だと思います？僕はカウンター多い。僕はですけど僕も自分このネクロマンサー、はい、海老原さんが有利かなって思いますけど。はいはいはい、なるほどなるほど。視覚的にも盤面が、はい、まあそうですよね。パッと見はパッと見そうなんですけど、あの相手の PP がこれ10であることが結構大きいんですよ、はい、なるほどなるほど。で対戦相手今進化ははけていないんですけれども、はい、10PP っていう展開なので、回復と進化をされると、まあ、戦況ひっくり返るんですけど、はい、ウーマラさんの言う通りネクロ側が今有利ですね。ちょっとだけ。なるほど、はい、よかった間違ってても大丈夫です。間違ってても大丈夫です。いや俺もうネクロマンサー超回したって言ってたんで、はい、いや分かってないのかいとか完璧に合ってます、はい、57% 対 43% ぐらいみたいな、うんうん、今そういう戦況ですね。なるほど。やっぱりあーこれはまずい。一気に、あこれね、この10点ダメージ、ね、そうですそうですそうです。さすが。ドラゴンはこういう破壊力がやっぱありますよね。大味の強さというか、ドラゴンやっぱ結構いいですよね。そういうところはロマンというか詰まってる。はい、4-4-7-11、はい、勝ってますよ。勝ってるよね、はい、4-4-7で。これではい、待って、1と2回打てなくない？あ、打てないですね。そうだよね、4-4-7-11、まあ、まあでも3、4とかで切れそうですね。3、4とか、あ、まあどうなんだろう。え、2、4じゃね、これだったらもうガチ話入ってた。そうです、なんか今あれですか、そのリーサルっていうか、あ、そうです、実際も倒せるのかなっていう判断。そうです、今、はいはい、これ魂の一刀ってカードが、はい、ラストワードが破壊されたやつが10体以上だったら、はい、相手のリーダーに4ダメージ与えるんですけど、はいはいはい、フォロワー1体に4ダメージを与えた後にその効果が出るんで、なるほど、2回打つとなるとガンダゴーザが、ね、倒れちゃうんですよね。敵が死んじゃうんで。そうです、ってことですね。本当だったらそれが倒れなければこの魂の1体2回で8点のこの砂上のネクロマンサーが7点で15点だったんですけど、これだと足んないので、はい、一発一投してカボチャを出して体力を取ります。すいません、今ガチ検討会始まっちゃって急に4-4-2え今のが倒れなければってところで、これガンダゴーザもう一発もらっちゃうとリーサル取られちゃうんで、そうですね、なければなければギリギリですね、はい、この時間結構怖いですよね。祈ります、負けるなみたいな。いやもうこうなったらもう悲観的になっちゃいます。あ、俺負けぬのかもそっち側ですね。でもこの冷静に見れるっていうのはすごく大事で、はいはいはい、やっぱりこう上から見てると自分って今このプレーして待ってるのかなっていうのは自分目線だけで追っちゃうとやっぱり間違ってることってやっぱ多々あるので、ちょっと悲観的に見るぐらいがちょうどいいです。なるほど、ね、うん、どうぞどうぞ。え、これはもしかして本当のどうするなのか、荒野に想像の果てを入れる別帰りなのか。はいはいはい、いやガンダゴーザが なかったら全然。あら、まあまあ、あーなるほど、これで5分の1ですね。5分の1、受けてみろ。これでこのゴーストライダーが倒されなければ私の絆を、どうなる、もう一度世界を信じます。やーめてー、危ねー。いや相手もうまいな、これ今消滅してたらこの守ってくれる人がいなくなっちゃってたんで、はい、このレジーっていうのが進化して5点で負けてたんですけ ど、 なるほど、守ってくれるやつが残ってくれたんでなんとか耐えました。マル秘情報届いてる。身長3キロメートルあるらしいんですけど、そうなんかそういう
まあ、3km あります僕今やっぱり日本の技術でうまくこうなってるってことですよね。そうっす、このスタジオすごい技術を使ってやらせていただいてます。そんなあの技術を使ってる中、一応勝ちなのでプレイしていきますね。はい、このいや素晴らしい、はい、これ10、これが走るようになるんで、はい、5点、5点と2点と2点と2点11点なんで、進化あるんで進化切って、ルナと遊ぼう、攻撃していきます。まとわりできるじゃんか、ドンドン、すごいすごいっつって、はい、素晴らしい、ありがとうございました。危ねえ、緊張した、負けたらどうしようと思っちゃったよ。いや、お相手もめちゃくちゃ上手な方です、ね、いや、うまかったです ね、はい、ということでこんな感じで、はい、あ、大変ありがとうございました、回していきたいと思いますんで、そしたら早速、はい、上村さんにやっていただこうかなと思うんですけど、はい、ちょっと端末を渡します。いや、この海老原さんの完璧なプレーの後ですよ。いやいやいや、僕でも感じるがままにあのプレイしていただいてれば、感じるがもういつものごとくやります。え、これね、これはどうしたらいいんですかね。ルームを、大丈夫ですね、はい、ルームを勝手に来てくれるんですかね。じゃあ今ルームをじゃあ立ててもらって、はい、番号口頭で一旦発表しますか。いよいよルームマッチですね。あ、番号が、はい、ルーム番号が32233です。よければ来てください。よければとか、来てくれないと何も始まらないので来てください来てくれないと困りますよね。困ります。入ってきましたね。あ、来た、早い、よし、じゃあ、あっていう、ね、あ、これはちょっとまずいかもしれないですね。なるほど、このまずいって多分あのなんかまずい人なのかと思われてたと思う。あのこれは、まあ、フェスでいうところの、はい、あのライブティーにディッキーズのハーパンで来るぐらいガチガチな人みたいな、ガチガチがこのあとこの称号ってそれぐらいガチガチな人なんですよ、はい、なるほど、シャドーバ文化にどっぷり使ってる人ですね。そうです、そうです、そうです。なるほど、いや、いきなりちょっと手強い手来ましたねこれ、はい、ちょっとよろしくお願いします、落ちつつそうですね、挨拶は大事なんで、はい、いきます。はい、緊張するなぁ。いや、本当に1戦目からちょっと緊張しますね。はい、普段のプレーを普段通りで全然大丈夫なんで、はい、お、またドラゴン、またドラゴン流行ってるね、人気ですね。ママ、ルナを守ってね、家族を守るために、最初ね、いや、こっから始まりますよね。僕はもうフェイランとネクロインパルス、いいっすね、いいっすね、いいっすね。これま、まあ、いっか、僕、あ、どうしようかな、でもこれ僕なんかで見たんですけど、はい、この決勝っていうのは、はい、手札事故を防ぐためにも別にキープしてもいいみたいな、あ、そうですね、 2の動きが確定してるから OK っていう話を聞きました。だからこれだけの、だいぶ勉強してきてるなおー、いいっすね、順調っすね。じゃあもうこれ動けないんで短縮、いいっすね、こうゲームやってる姿を、初めてですもんね。初めてです。ゲームをしてる姿を公開すんの、いや、これお二方はもう結構当たり前なのかもしれないですけど、ゲームしてて、はい、こう いわゆる仕事、はい、っていうの初めてなんで緊張してます。ああ、確かに僕たちゲームが仕事ですから ね、普段ね、確かにかっこいいゲーム仕事いや、全然もう、まあ、嬉しいことっすね、そう言ってもらえるのは嬉しいことです、本当に。そう、だから僕、こうなるじゃないですか。でこう選択肢として、うん、はい、この指紋をつなぐものと、はい、ボンフリックとセレクトマグナってあるじゃないですか、はいはいはい、選択肢が、僕これこれいっちゃうんですよね。全然大丈夫ですよ、全然いいです、全然いいです。やっぱ3コストのカードって使うタイミングって今だとぴったり収まるじゃないですか、はい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 、でも2コストと1コストのカードってその後のくっつき他のカードと組み合わせやすかったりするので、なるほどなるほど、そう、今のうちに3支払っちゃおうかなみたいな考え方はかなりいいと思いますよ。なるほど、ありがたい。ただ相手のデッキ、リグザこれどう？え？いやー、そうですね、これは多分あの自然進化ドラゴンと言われてるやつで、はいはい、あのさっきちなみに始まる前にこっそりやってた時の対戦相手と多分全く同じタイプですね。なるほどなるほど、はい、これどうしたら勝ちやすい、これを
ラストワードカウントをいかに稼ぐかがやっぱポイントになりますね。そうですね。これ難しいですよね、こうなった時。ここ難しいですよ。だいぶね、これは難しいね。ちょっと僕の思うがままにやってみてもいいですか。はい、ぜひ。間違えたら後で添削ください。金が欲しい。おいいっすか。はいはい、先ほどおっしゃられたじゃないですか、悩んでる時はちょっと顎ひげ触っちゃうっていう。実際こう実際生でやっぱ悩んでる、こう悩んでるんだなって普段。いやでもガチでやってることの証明にも今なったり。確かにそうですね。いやこれ難しいんだよな。はいはいはい、トレードをねまずしていって、でこうまあ殴って、そうっすね、ボンフリック出して、いいね、はいはい、僕盤面が空いてる時にこれを、はい、決勝で出したくなっちゃうんです。隙を見てね。はい。まあ合ってるか分かんないですけど、これで。はい。ちょっと緊張したんで水飲みます、ね。いや緊張しますよね、人前でプレイするのって。ね、でもリグズ今のさ、このオーバーヒートでも相手のフォロワーを処理するっていう動きはかなり良かったよね。そうですね。相手の盤面をしっかり取っておくのは結構大事なので。うん、コメントで相手ガチで勝ちに来てて腐ってくるのね。ちなみに相手かなり強い方だと思います。まあ。なんとなくだけど、そう思う。これは海老原さんかリグゼさんの視聴者さんですよ、絶対。その可能性は、まあ、はい、ゼロではないゼロではないです。ちなみに結構ガチ勢の方、あ、でも、はい、これ本番と同じような練習できてますよ、まあ、確かにレイジ実際やはり強敵揃いなんで、ね、そうです、そうです、そうです。さて、そう、これね、難しいですよね。ハロウィン、そうですね、ハロウィンボーイはなるべくラストワードがいっぱい倒れてから出したいですよね。そう、カゲロウって、はい、この墓場の数が3じゃないと死んだ時に回収できないですよね。そうですね、この魂の一刀っていう、一応2の状態でもやられた時が3扱いになるんで。なるほどなるほどなるほど、はい、じゃあどうしようかな。でも稼ぎに僕はちゃおうか。これぞフェッション。まあ、こう言って、ごめんなさい。今墓場もう一度チェックした方がいいかもしれないですね。なるほど、墓場が増えてないと。これちょっとあれなんですけど、ボーンフリークってあの骸骨を出すのに一個ネクロマンスを使っちゃってるんで墓場が増えないんですよ。俺やばい。これは知識の浅さが出ている。これあるあるだよね、リグズ。あるあるっすよ、うん、本当にやっちゃうのよ。一番左の骨を進化させればまだギリギリ、まあ、そこの骨でもいいですね。ここの骨いきますね。どこ殴ってこうして、はいはい、いいですね、いいですね、いいですね。これさ、あー、大変だと思うか。出しちゃう、出しちゃう。いや、よし。いや、いいと思いますよ、出しちゃって、うんうん、はい、はい、こっからやっぱラストワードカウントどれぐらい稼げるかみたいなところですね、うんうん、大事だよね。ハンドが細いのが難しいなってところですけど。巡回は俺らの仕事だ。相手は、はい、ソーガの戦闘員というナテラの退場を加えて、はい、まあ、こういう木をいっぱい集めて、まあ、それを使って戦うってできないんですけど、これ進化すると木が出てくるんで、なるほど、やっぱりこれを重視してどん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 プレッシャーきてますね。やっぱりこういっぱい割ってるね、ナテラをね。かなり割ってますね、うん、回ってるって表現でやってますね。合ってますよ、合ってますよ、かなり合ってます。相手回ってますね。ジーナがな強いんですよね、ブーストするんで。よし、でも割れると、はい、ここ結構大事になりそうなターンですよ。おお、これはさすが持ってますね、忌まわしき最短が。ここかなり難しいかもしれないです。ちなみにこれを、そう、これ難しいっすよね、これどうするか。 6PP ありますからね。そうっすよね。どうすんの、まあラストワードは5体破壊されてますね。なるほど、稼ぎに行くか。いや、僕こうなった場合ちょっと思うがままにやってますね。ぜひ。この妙に流れるガチ感が上村さんを緊張させてるかもしれないよ、リーズ。
確かに、ちょっともうちょっとゆるふわで、ゆるふわに行きましょうよ、はい、いいですね、最短打って、おー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 、きた、あでも捨てれるのか、でこれ殴っちゃって、はいはいはい、今どうなんですかね、これでもさ、クリストフちょっともったいないっすよね、どうしよっかな、投げるのは悪くないと思いますよ、うん、こちらでも、でこれに付与して、おーいいっすね、いいっすね、いいっすね、それっすね、いいタクですね、はい、ラストワードをしっかり付与させていく、これ、はい、いいっすね、かなり、やっぱ相手がちょっと 10pp になると強くなるデッキなんで、そうですよね、まあ、10pp になってから、まあ、2ターンぐらいは結構猶予があるんですけど、はい、なってからが結構早く終わっちゃうので、そこまでどうにか決着つけたいですね、うん、そうですね、おわーっと、これこれは進化すると体力3以下のやつ全部破壊するっていうちょっと凶暴な効果も、なるほど、もう全体除去的な感じになっちゃうんです、ね、あそうですね、全体除去、全体除去、これいいっすよ、でもただ魂の人が3枚になってるんで、はい、でこれで打てるようになりましたね、1投がかなり、ここで一刀ね、うまく使えるとかなりいいと思います、2枚は確定で使えますよねフェイラーリグゼの逆を拾ってる余裕はないのよ、上村さんに、あ、やばいやばい、俺なんかやばいことしましたいや上村さん何にも悪くないです、リグゼが何にも悪くないです、俺空気読めてなかったから、いや全然ただ今こう試合に戻ると、はい、魂の一刀ラストワードが破壊されてる対数10体になってるので、はい、破壊使った時に相手のリーダーに4点与えることができるようになってますね、はい、ここがかなり大事なポイントですね、で僕これこいつに打っちゃいます、かましちゃいます、いいっすね、はい、4点入れて、でミルティオどうしようかな、ミルティオ打ちたくなっちゃうんですよね、どうしようかな、かなりありですよそれ、ですよね、はい、ちょ打っていいですか、打ちます、いいっすね、こうしたの僕、あら、ミルティオ、でもおかなりいい出目かもしれないです、これは、はい、めちゃくちゃいい、でターン終了とかな、いいっすね、かなりおせおせっすよ多分これ、こう圧かかってるのかなって思いますよね、フェイランっていうか、かなり圧かかってますよ、はい、相手視点これ取んないと負けだなと思うんで、これ結構全力で処理しなきゃいけないんですけど、この銃って書いてあるじゃないですか、はい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 、浄化のフェニックスっていう、はい、とんでもないカードがあって、はい、それ出たら絶望しましょう、なるほど、はい、フラグになる、フラグになるからその時は出るから絶望しましょう、はい、お5分の1、さっきの5分の1抽選だ、51抽選ってやつですね、はい、あのリアニメイトが、はい、フェニックスが来たらちょっと一緒に絶望しましょう、はい、これシャドウマスの醍醐味みたいなとこありますねあ、探してるってあれですか、引いて、あ、そうです、ドローしてカード、そうです、そうです、浄化が来たらこうもう椅子から転げ落ちるぐらいの気持ちで見守ってる感じで、はい、うわ緊張してきたあーセーフ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 、やっぱドラゴンってこういう風にいくら広げても全部破壊してこようとするんですよ、なるほどなるほど、なのでラストワードネクロマンサーというこういう横並びを得意としてるデッキなので、ちょっと相性が難しいかなっていう、はい、なるほどなるほど、ただそれにしては今かなり試合運びで、おお、かなり、これはあららら、これってもしかして、いや、ただこれ面が攻めが4 8 16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 
もしかしてっていう感じの。俺も俺の中でこれを2発打つの確定してるんですよ。はいはい、はい、っちゃった方がいいじゃないですか。じゃあ、かましちゃいましょう。まずかましちゃいましょう。一番強いのがいっちゃうんですよ。順番ちょっと急に一気に計算できないんで、ね、1個ずつ。これ大事なことですよ、はい、あれこれ8点ですか。これもしかして8点ってことはネクロインパルスで。はい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 、どういうことだ。ちょっと待ってください。やばい、テンパってきた。1分ぐらいあります。まだ90秒、あと40秒ぐらい。あと40秒ぐらい、はい、でもネクロインパルスを打つと5点になりますよね。4点ですね。4点になって、はい、
で1つ出る。あ、2つ出るのか。2つ出ます。コットじゃないですかこれ多分。おっとで、ネクロインパルスって2点で4点おお素晴らしい素晴らしい、これすごい。もう俺もう数字間違えてないからけ、もうすごい心配で。これ完璧ですよ。ちなみに完璧です。ランク一番、こうシャドーバースの一番上のランクの人を今、はいはい、よし完璧に倒しました。いやーよかったっす、マジで。あ、大成ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、朝さんね、ありがとうございました。いやー、いいゲームだった。いや、いいゲームでしたよ今。ありがとうございました。いや、まさかこんないい展開になるとは。ほっとした今すごく。どうですか上村さん、使ってみて。ラストワードネクロマンサー、なんか、はいはい、今僕一人でずっと回してて、うん、なんかいいですいいですって言ってくださるんで、お二人が、はいはい、あ、正しかったんだっていう答え合わせになりました。いや、よかった、よかった。結構自信持っていけるかもしれないですね、ネクロマンサー。かなり、いや、いい仕上がりになってますよ。はい、もしこっからもうワンランクアップしていきたいというところであれば、決勝ってあるじゃないですか。はいはいはい、あのセレストマグナとかオミナスタイラント、もう少し早く打つプレーもありかなっていう。なるほどなるほど、打つ場面ありましたよね。2ターン目とか早いターンに打つと早くあの中身が出てくるじゃないですか。はいはいはい、中身って早く出てきた方が相手側からすると結構嫌だったりするんで、はいはい、早めに出すとさらに高みを目指せちゃうみたいな。なるほどなるほど、ところだと思います。はい、あ、ネクロマンサーもう一回やってみます。おいいっす、いいっす、いいっす、やりましょう、やりましょう。ちょっと上原さんのプレー見たいっすわ。え、でも今相当良かったんで、はい、多分大丈夫だと思いますよ。いけます、うん、ちょっと信じてもう一回やってみますか。いや、かなり、はい、あれを見切るのはすごいですよ。ちなみにさっきのリーサルを見切るっていうのは良かったっす。じゃあルームを部屋を立て直してみたいな、はい、ちょっとやってもらえますかね、はい、リーグさん。申し訳ないです、全然。もう僕はもう何でも。いや、よかった。でも本当にいいゲームの作り方でしたね。この一投の使い方ってところが本当に丁寧でした、はいはいはい、ありがとうございます。数字を、はい、今、はい、スタッフさんに教えてもらって、はい、ありがとうございます。いやー、これすごくない？いや、やばいです。26195です。26195、よければ。26195、来ましたね。ほよ、早い。なるほど、洗濯物入れるさん。これは多分日頃の生活習慣を書いておくことによって、シャドーバーをやりながらでも忘れないようにっていう。なるほどなるほど、はい、これもテクニックの一つです、はい、シャドーバー、はい、あの0時の応募直前になると0時の応募忘れずにみたいな名前の人も出てくる、はい、あ、そういう文化あるんですね。そういう文化あります。結構あります。メモ帳的な感じの、メモ帳的な感じの、はい、はい、なるほど。じゃあ、じゃあ、準備完了押すと試合になりますかね。ちょっと、まあ、よろしくお願いしますだけ。あ、さすが、まず挨拶からですか。挨拶から、はい、よし。いや、でも1戦目かなりリーグで良かったから、これ2戦目もいい走りあるよね。はい、ちなみに僕調子乗ってプレイングミスする可能性あります。ちょっと引き締め、良かったです、はい、これ結構当たったんじゃないですか、このマッチアップも。相手ネメシスということで、もうこれは9ターンまでにどうにかしないといけない。おお、そうですね。こんな感じで。お、お、よし。じゃあ棒振り下して、うん、いいですね。よろしくお願いしますって言ったの、さっきやってなかった。よろしくね。よろしく。よろしくね。コールアンドレスポンスですから、書いてました。これは僕、オミナスタイラント出して、お、いいっすね。いいっすよ。これは素晴らしいですね。先に割るってこと、はい、そうです。これ決勝を先に割っておくと強いみたいな、はい、これ素晴らしいですね。もういきなりプラスどんどんレベルが上がっていってる。いや、もう2戦目にして戦闘を通じて強くなってますね、これ。確実に強くなってます。なるほど、ここも言うんですよね。カゲロ、まあいっか、カゲロも出しちゃう。これ広げちゃって、うんうん、僕普段広げちゃうんで、パッと広げて、もう最強数広げるので、でも直接殴っちゃいます。わあ、いいですね、はい、完璧です。いいですね、ここまで完璧。完璧ですよ。ちなみにプロも全く同じ選択をしてます。なるほど、よかった。おっと、でもこいつね、強いですよね。厄介っすよね。そうなんですよ。なるほど、ここも迷惑なんですね。これ出したくないんで、クリストフを、うんうん、あ、いいっすね。その出したくないってところから考えるのも完璧ですよ、ちなみに。
だ。いやでも僕、あ、そうだな、難しいですね。難しいですね。これ、これを出しちゃって全部埋めちゃって何もしてこないってありえますかね。あ、そうなんですよ、それ、ね、結構ありえるんですよ。もう学び終えていた、これすごいですね、これよく見えてますね。強い人だとありえますよね。はい、ちなみにそれが危ないんでどうしようかなっていうのを考えてたんですよ、我々は。なので今完璧にプロと同じ思考になってよかった、よかったです。じゃあ僕はもうこれ、それ、それ怖いんでこれだけ出して、はい、もう顔いっちゃいます。いや、いいっすね、これ。ちなみにかなりいいっすよ。ちょ、よく気づきましたね、それ。いや、そうっす、ですかね。いや、すごいっす。すごいっす。ちなみにすごいっす、かなり。かなりすごいこと起きてます。さっき、あの、説明した盤面ロックをちゃんと嫌ってますもんね。すごいっすね。なるほど。これ通称盤面ロックっていう単語で、はいはい、あの、界隈の人は呼んでますね。はい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 。盤面をロックするっていう。あのドラゴンの方が言ってましたね、海老原さんの対戦相手。あ、そうですそうですそうです。かなりこうなった時にこいつは能力に、能力によって受けるダメージはゼロなんですけど、戦闘だとダメージはちゃんと食らえますね。はい、ヨロメックでもこう持っていけると。持ってきますね。お、いいですね、そのトレードはかなり完璧ですよ。ちなみにヨロメックでも持っていけるって上村さんから聞けるのめっちゃ嬉しい。すげえ嬉しい。これ僕進化しちゃって、はいはいはい、いきます。それは素晴らしい、かなり素晴らしいです、うん、ちなみに、ちなみにすごいですね。あの、我々言葉を失ってますよ今。ガチですごいですこれは。あの、一択も違わずに択を打ってますね。うん、でこれ僕カゲロウにしちゃおう。これどっち、うん、どっちにか、もういいか。これが分かったけど、まあまあまあ、僕なんか後半引けないんじゃないかっていうのを考えちゃって、はいはいはい、あ、砂上のネクロマンサーですね。砂上ネクロマンサーをこのなかなか切れない感じになっちゃいます。まあ、次このセレストマグナが出てきた時に盤面は埋まってはしまうんですけど、体力を一気に詰めれるので、はい、次は埋まってもいいっていう判断にもなるので、ここで盤面埋めちゃうのも全然良かったので、はいはい、もう全ての選択が素晴らしいです今のところ。ありがたいな、すごいです本当に。これちなみにかなり卓いいです本当に。なるほど、このお世辞とか抜きで、あの、多分視聴者さんのコメントも書いてあると思うんですけど、はい、本当に筋がいいんですよ。そうそう、本当にいいですよ。ありがとうございます。もう弱敗者ですけど僕、これ普通に本当に大会で勝つレベルですよ。これは全然デイツあるよな。はい、おお、来ました。こっからなんですよね。これ難しいですね、はい、ここはこいつでも取れるし、はい、これも展開できるしっていう、はいはいはい、あ、それの敵このセレスってやつ入ってないんですよね。そうですね、最近、はい、確かにこれは僕が提供したのにちょっと今お試しで入れてたやつをそのまま入っちゃってるんで、これちょっとややこしくなっちゃったかもしれないです。いや全然もう、ここどうしようかな、難しいですね。あ、このセレスっていうのは進化を切るとあのスペルを加えられて、はい、そのスペルで、効果を付与することができるってやつなんですけど、はい、やられた時に攻撃力分ダメージを与える効果と、はい、やられた時に体力を回復できるっていうのを付与することができるんですけど、選択できるカードが2つなきゃいけないので、今だったら一応プレイすることはできます、はい、2つ選択ができるので。なるほど。一番ここで考えた方がいいのは、対戦相手7なので、あの、はいはい、あの2点ダメージ全部飛んでくるかもしれないっていうのだけ頭に入れといてプレイするといいかもしれないです。なるほど、はい、そういうことか。それにどれが一番対応できるかですね。そろそろ動かないと間に合わないですね。これごめんなさい、もういっちゃっていいですよ、いつも通り分かるカードでいっちゃいます。私は誰だ、これで、はい、大丈夫かな、悪くないと思いますよ。これ例えばさっき言ったリグゼが言っていた2点全部食らっちゃうやつをセレストマグナが食らったとしても、倒れた時、お、来ましたね、はい、これが来る。なるほど、はいはい、これが2点ダメージ全部来るって言ってたやつですね。はいはいはい、ただセレストマグナで出せるんで、これもしかして、あー、でもこれで終わらせる、
かなりラストワードカウントがもしかしてこのやられるとたまるんじゃないですか。9枚、まだ9枚ですね。カゲロウが倒れて10になりますね。そうですね。なるほど、セレストマグナ来る。これ、ごめんなさい。はい。セレス…いや、これは殴った後に。で、4点回復されて。回復されて…このセレス…難しいな。並べちゃってもいいのか、これって。いや。いや、これ…難しいとこ来ましたよ。これあれですね、ちょっとマジ難しいやつだな。まあでもこれ強いし出しとくか。セレストマグナ出すと、そうですね、アミレットとスペルが打てなくなりますね。で終了していきます。うん、これ難しいですね、こっからの展開も。いやーっすよね。次が相手も運命の QPP ですから。そう、ここまでに次のターンまでにいっとかないとほぼほぼ。ただ回復ねされちゃったのが結構きついですね。そうですね。オーバーヒートデモンでセレストマグナに照明つけられたので、なるほど、はい、消されてしまいましたね。いやこれ強いですよね。おお、なるほど、世界のおしまい。強すぎる。今2コストで9点シスト走ってきますからね。強すぎます。でもこれ、あーでもうわー、消滅がなければワンチャンスあったんですけどね。消滅が、お、ただこれかなり、おお、味のするカードが来ましたよ。でもこれタイミング難しいですけど、でも今行くしかないかな、これは。行くか。そうっすね、もう決められないんで行くしかないですね、これは。でも僕はもうできないんで終了になっちゃいますね。あ、でも魂の一投打ってからでも良かったんですかね。お、いいこと気づきますね。実はこの一投いつ打つのって話と、オミナスタイナーとか出てくる可能性もあるんで、そこの選択ありましたね。ただここはトレス2枚目ですね。いやしょうがない。いやでもいいゲームでしたね。お疲れさん、ありがとうございます。いやでも最大でも本当トップレベルの方なんで、めちゃうまかったっす。いやでもいい試合、いやでもいきなり先ほどの反省を生かせて、まずメンロックのケアをするっていう単語は本当にもう上級のプロプレイヤーに近い方々しか知らないようなレベルのことを今してたんですよ。いやありがたいですね。いや本当すごかったです今。いやでも強かったやっぱ9ターン目で終わりっすね。大体そうっすね。そうですね、やっぱりあのベルホメットってさっきのいかついひげ生やしてるおじさんが出てくることよりも、はいはい、さっきのあのトレランスっていうあのでかいやつが走ってくることもあるんで、はいはいはい、大体はもう9、10、まあ10はほぼ終わり、まあ絶対終わりで、はいはいはい、まあ8でも終わっちゃうことあるので、やっぱなるべく早く攻めるみたいな姿勢は大事でした、うん、そうですね、うん、いわゆる対極感というものがあるんですけど、はい、カードゲームそれがしっかりしてるんですよ、うん、ウェブさん。だからみんななんかこうタクがいいって言ってるんですけど、はいはいはい、あのその8ターン目までにやっつけなきゃいけないっていう気持ちを持ってプレイすると、はいはい、あの全然その選択が変わってくるので、うん、そういったところで非常に素晴らしいんですよね。ありがとうございます。自信になりますね。全然ありますよマジで。じゃあすいません、次ネクロマさん2戦やったんでウィッチ行ってもいいですか。あ、じゃあウィッチも練習しましょう。はい、はい、ちょっとじゃあリグゼさんに最初お手本を見せていただいてもいいですか。ウィッチですか。はい、行きますか、じゃあ。はい、すいません、すいません、僕なんかで申し訳ないです。僕なんかでって一番もうプロなんだね。本当に頼むよ。分かりやすくなるべく、はい、うん、ちょっとやっていければなと思います、はい。まあ、ウィッチ本当難しいんで、はい、じゃあすいません、番号の方が出るでしょうか。はい、僕が受け取りますか。あ、すいません、ありがとうございます。あ、すいません。はい、はい、82528です。825来ました。ちょ、僕、あ、やってまいりました。やってまいりました。やってまいりました。遠路はるばる。はい、ということでやってまいりました。これめっちゃ強い
人じゃないですかこれ、もしかしてって思うじゃないですか、はい、じゃないんですよねこの方は。あ、そうなんですか。はい、あの僕のチームメイトには、はい、あのフォレストっていう人いるんですけど、はい、ちょっと名前一応確認してもらっていいですか。あ、なるほど。ちょっとあとあの横にスラッシュの後も地味に違う、はい、あ、GYG だ、CYC だそうなんですよ、そうなんです。あの一応あのこの方存じ上げてて、あのリスペクトしてあの名前を似せてるみたいな、コピーバンドみたいな感じです、はい、あ、なるほど、なるほど、はい、分かりやすいコピーバンドみたいな好きなバンドコピーしましたみたいな感じ、はい、好きだね、はい、海老原さんもバンドに詳しい。そんなそんなリッキーズの下りとかもちゃんと知ってる人の、もう本当に率先してね、サークル作りますからね、その人たちはい、ということで、そういきましょうか。この最初ですね、うん、はい、エレノア、これはエレノアだけはキープするんですか、リュウゼさん。そうですね、はい、高校だから、高校で対戦相手の盤面に、うん、盤面、対戦相手のフォロワーに触れられるように、はいはいはい、このエレノアだけ一応持ったみたいな、うん、はいはい、感じですね。このデッキはこの前衣装難しいんですけど、4ターン目このマイザーいるじゃないですか、はい、これ進化するとめちゃくちゃ強いんですよ。ですよね、ラピッドファイヤーのコストをゼロに。ゼロ、あ、そうなんです、そうなんです。なんでこの3ターン目にこのマジカルシューター出すと瞬目加わるので、はい、そのラピッドファイヤーを1枚多く回収しながらそれもゼロコストにできちゃうみたいな、なるほど、欲張りプランが取れちゃうっていうなるほどなるほど、はい、ちょっと俺そこら辺できてあるんでちょっとしかと見ますね相手はオミナスタイラント、さっき上村さんが使ってたデッキと多分一緒ですね。はい、でここでエレノアが出るのかな。はい、ということでエレノアのプレイになります、うん、これかなり強いんですよ、このスペルが。ビレナル術式なんですけど、はいはいはい、対戦相手のフォロワーを基本的に破壊できちゃいますね、序盤が。なるほどそうそう、基本的に、ね、一応3点ダメージなんですけど、はい、スペルブーストっていって、ウィッチから昔からあるあのスペル打つとこのダメージが1個ずつ上がっていくんで、後半になればなるほどもう無限に破壊できます。はい、ということでマジカルシューターいきましょう。長州のね、プラン通り、はい、これでこうマリーっていうこのカードも結構強くてですね、あ、強いですよね、はい、進化を誤解する上ではやっぱこの自動で進化してくれるカードって非常に大事なんですよね。はい、はい、ということでこのターンは顔を殴ってターン返していきましょう。はい、困ったら難しいですよね。困った時どっち行きます、普段盤面か相手の。あ、でも僕めっちゃビビって盤面行っちゃうかもしれないです、分かんなくなったら。あ、普段どっち使ってる時ですか、ネクロかウィッチか。ウィッチ使ってる時盤面行っちゃうかもしれないです。あ、なるほどなるほどなるほど、それが良くないですかね。まあ、盤面に行くか顔に行くかの判断って結構難しいんですよね、はい、この反動の兼ね合いみたいなところもあるので、はいはいはい、まあ、都度都度こうどっちに思ったっていう方でなんか理由がつけられると大きいかもしれないですね。なるほどなるほど、はい、こう次のターンこれ非常に難しいんですよね、僕側これ。こういう時難しいですよね。これ本当に複数枚プレイするの本当に難しいですよね、うん、カードね、手札がね、はい、今溢れちゃいそうだから。でこれさっき言ったと思うんですけども、はい、この瞬目によってあの欲張りプラン、ラピッドファイヤー大量ゲットチャレンジがちょっとできてるんですよ完全に欲張りですよ僕。はいはいはい、これで決めるわ。それでで進化して加わってゼロになるんでスペルが当てるようになって、これでスペル打ったんでマリーが進化、はい、わ強い。でしかもこのスペルも温存できるんで次いつな好きなタイミングで打てるんですね、ゼロ PP なんで。ゼロ、はいはいはい、結構だからこれ強い動きなんですよね、このやっぱ欲張りした方がいいです。はいはい、この2枚をうまく使って、はい、あるはずだ。これ次のターンちょっと難しすぎることが起きそうですね確かになかなか、確かにこれ対戦相手の盤面をどうやったら綺麗にしょれるかなっていうのを計算し始めるんですね。なるほど、次から、はい、この時点で、はい、この時点でもう今のうちから考えておくのが結構大事で、これ結構しんどい盤面になるので、というところで一番いいカード引きましたね、これマイザーを、はい、マイザーを引いていくことができましたんで、当て当て上から踏んで回収して魔法で進化して、あ結構難しいですねこれ。
どうしましょう。これ動かしちゃっていいですかね。これなんか、うん、そうですね。ちょっとじゃあやっていきたいと思います。はい。はい、まずこのスペルで、相手のフォロワーを1体破壊して、はい、もう1体も破壊して、でこの3、4ってスタッツが3、3っていう相手のフォロワーの、上からっていう単語をよく使うんですけど、はいはいはい、まあ、有利なトレードを取れるので、まあ、有利にトレードしていくみたいな、はいはい、ところでございます。お一瞬で出して、これで2体いるから2枚2枚加わっていくみたいな、もう欲張りなんで僕は、はい、めっちゃ欲を張っていきます。でこれさらに加えられる感じになったので、なるほど、手札がこれ燃えてしまうんですけど、はいはいはい、欲をバレるだけ欲張るっていう感じですね。なるほど、はい、これなんで欲張るといいのかっていうと、はいはい、このラピッドファイヤーって次からなんとこれダメージが入っていくんですよ、はい、相手フォロワーに。なるほど、3枚目からですよね。あ、そうですそうですそうです。なんでダメージを与えて、相手のライフを削っていくみたいなところでのプレイになりました。これを難しいんですよね。これをなんかこう言語化っていうか説明をすると、はい、まあ、そういう感じになります。いや、この流れめちゃめちゃスムーズでしたね。僕できないかもここ結構難しいですね、本当に。まあ、これ慣れだよね。慣れです ね、 ですね、ちょっとね。なんかこう出したら何枚加わってって言うとこんぐらいになるなぐらいの感覚が覚えられると結構いいかもしれないですね。間違えてもやっぱこうやってみるってことが結構大事なマッチアップになりますね。はい、やっちゃったな。ここに会いたい夢があるはずだ。ということで対戦相手も結構おっとチラ見せされました。なるほど、これチラ見せすると破壊できるんで、しかも10ぴったり破壊されちまいました、僕の盤面が悲しいですね今進化何回？今、3ですね僕は。3か、はい。こう対戦相手中にね、こう何をしたかっていうのを確認するっていうのを、はいはいはい、実は結構おすすめな技で、このバトル情報ですね、はい、なんか僕あんまり見ることないんで、ちょっと見るようにします。これ結構癖つけるだけで結構変わりますよ。なるほど、はい、対戦相手が何してくるのかなっていう予想に予測がしやすくなるんで、はい、こう例えば破壊が9なので、はい、当たってきたら10で、例えばこれで相手が砂上のネクロマンサー出してきたいのかなとか、そういうところをちょっと想像するっていうのが、なるほどなるほど、はい、結構いい時間になりますね。あるはずだ。今相手は10溜まったってことですかね。そうですね、はい、10溜まっていったという感じでございます。はい、お、でこのターンがまた難しいんですよね、これこのね、これ難しいですね。よくこういう時あるんですよね。まあ、やっぱまずは進化5回行きたいなっていうのが多分あると思うんですよね。はいはいはい、それは第一目標として第一目標です、これが。ただ今3回しかなってないので、あと2回しなきゃいけないんですよね。はいはいはい、ってことは、まあ、誰かで無料の進化をもらうか、はい、まあ、進化権を回復するかとかじゃないと5回行かないんですけど、一応今、はいはいはい、手札の真ん中にある3って書いてあるやつが、はい、進化しているフォロワーがいると自分も進化するっていう効果ついてるんで、はい、こいつですね、はい、ディテクティブガールっていうカードが、まあ、いわゆる無料進化っていう、無料進化自動進化っていうやつなので、このデッキの方針である5回目の進化をこいつで達成できるみたいな。なるほどなるほど、はい、ところなんですけども、これで進化5回、これで5回ですか。はい、5回になってるっていう。おお、こっからですね。こっからがそうなんですよ、また難しいんですよこのデッキ5回に行くまでも難しいのに、その後がもっと難しいっていう、はい、これが7、9の17なんで絶対に負けなくて、結構形はいい状態になりました、うん、はい、まあ、この自分のボードをなるべくやっぱ強くするっていう意識はやっぱするだけで、はいはいはい、やっぱ対戦相手、うん、やべ負けちまうかもっていうことをどれだけ思わせるかみたいな感じなんですよ、はいはいはい、なるほど、圧をね、圧ですよ、圧大事なんですよ、はい、本当に圧大事ですね、舐められちゃダメなんですよ確かに、まあ、バンドもそういうとこありますからね。圧大事ですか。圧大事です。まずは重低音から入るみたいな感じで、はい、圧をドッ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 って音が大きければ大きいほどいいみたいなそうそうそう、ほんと間違ってですそんな感じです圧やっぱ大事ですか。ちょっと俺今問題発言したかもそんなことはないかもしれない、はい、ということで対戦相手結構強い盤面を作っていきましたね。うん、相手もいい感じですね。はい、完全に、まあ、このターンはまずはドローを見たいので、一番最初にドローから行うみたいな感じですね。なるほど、はい、ギルド会議も引いてきた。
そうですね、これはもう一枚ちょっとドローを見ていきますか。ダラクの決意ってカードが対戦相手セレストマグナの効果によって打てなくなってしまう恐れがあるんですよね。はい、ああ、なるほど。はい。なんでそれをちょっと ケアをするみたいな感じでございます。ソニフォー。いや、ここもちょっと判断が難しいんですけど、ちょっと相手のライフを詰めておかないと。顔に打っていく。で、無料進化と。はい、無料進化していきます。これでもう1枚ソニック砲が加わりながら TP が2つ戻りますね。はい。この動きは強いんですよね。これは強いだろうの。これは結構定番なので、はい、覚えるだけで真似、明日から真似できる裏技みたいな、はい、感じですね。まあ書いてあるから表の技かもしれないけど一応やっぱこのテトラってカードは進化を5回した後になるべく使いたいなっていう考え方は結構大事かもしれない。なるほどなるほど。もちろんあのしてない状態で使うこともあるんですけど、はいはいはい、やっぱこうやって今進化5回の状態で使うことで相手の体力を詰めることがすごくできるので、はい、まあ、温存できるのであれば温存した方がいいって感じですね、はい、なるほど。でも対戦相手がネクロマンサーってデッキなので、はい、あのセレストマグナっていうカードあるじゃないですか、はいはい、あります、ね、あれでスペル打てなくさせようっていう技があるので、まあ、そこをちょっと、はい、あのケアするみたいな感じですね、はい、なるほど。相手はもう溜まってますね、はい、ラストワードが、はい、危険な状態なんですけど、これは大丈夫ですか。画面が止まっちゃったけど大丈夫ですか。接続不良。ただ今、リグゼのターンが返ってきてアイアロンが割れましたね、はい、アイアロンが割れたことによって、はい、これじゃあ口頭で、はい、いきます、はい、アイアロンが割れました、はい、アイアロンが割れたので、テトラが、はい、手札に加わりましたので、はい、あのテトラの効果でソニック4でね、はい、削り切ることができます。これ差し抜いてもう一回刺すといけるかもしれないとのことなので、音しょうがないです。これ多分入るまで音が入っちゃうと思うんで、うん、はい、これでどうですかね。接続の方はすいません、お相手の方、はい、ということで、はい、はい、戻りました。戻りました。こんな場面でちょ、こういう状態なんですけど、3分クッキングみたいな、はい、相手のライフが6ということで、はい、え、もういけるんじゃないですか。これはいいっすか。行かせてください、はい、すいません、ソニック4で、はい、行かせていただきようと思います。やっぱ分かりますか、もうソニック4 2点でもう余裕で勝ってるなみたいなところだと思うんで、ぜひ、うわ強い、はい、こういう感じで、さすがプロ、はい、やるな。節々に僕ではできないようなプレーがありました途中のその盤面処理とかも、はい、やっぱさすがだなっていう流れで。いや、ありがとうございます。いや、ちょっとそう言ってもらえるとちょっと今日も嬉しくて、はい、これニヤニヤしながら帰りたいと思います、はい、まだ帰れないから、さすがプロ選手んですけど、これを実際にやっぱ、すいません、はい、レイジだから、はい、ちょっと勉強させて、すいません、いったんいいですか、もう一回。あ、すいません、申し訳ないです。これ部屋立て直しますね。部屋を立て直して、はい、いや、本当に難しいですよね、これやるの。はい、はい、ということで番号の方お願いします。さあ、来ますか、はい、次はウィッチ、はい、なかなか難しいと思うんですけど、うん、はい、進化を5回っていうところやっぱり達成できれば。そうですね、はい、進化を5回してからいろいろやるみたいな、ね、13919です。さあさあさあ、あ、入っていただきました。お、はい、すっげえ楽しいって人が、はい、これあのシャドーバースのアニメの方から、はい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 、はい、キャラクターで主人公がヒーロー君って言うんですけど、はい、その子が、はい、中学生ですかね、一応設定は。はいはいはい、なるほど。シャドーバースっげー楽しいって言うんですよあ、もう決まったかのように言うんですか、はい、決め台詞ですね。決め台詞みたいな、はい、なるほど、はい、じゃあ僕勉強不足なんでちょっと見ます、シャドーバー。アニメシャドーバースですかアニメシャドーバース見ます、まずそこから結構でも面白いですよ。面白いよね、はい、よろしくお願いします。お願いします。今のところお相手さん、皆さんグランドマスター相手がそう、めちゃめちゃ強いです。トップレベルで強い方々が来てくれてるんで、これレイジ安心した方がいいです。ほぼレイジっすよ、はい、うん、僕こうなった時に、はい、心持つ機会だけ、はい、おー、いいっすね、ここが大事なんで、ハートが大事なんで、ハートがハートがいいっす、ハート持つ機会持ってる、はい、完璧っすよ完璧っす、マジでいい立ち上がりも。お、で、挨拶来ましたよ。オールアンドレスポンスです。ナイス。すみません、僕から挨拶しなくて僕が呼んだのに、はい、で、ここは出さないと。おー、いいっすね。そうなんですよ、
これかなりなんかあの気がついたら多分マスターに言ってそうな気がするんですけどかなり知識としては蓄えられてますよ。ラミエル出てきましたね。効果ダメージ受けないやつです。で心持つ、うん、はい、出していきます。滅びの中に掴むもので短縮で。いいですね。かなりいいです、ね、完璧ですよ、はい、うん、心持つ、ハート持つ、パッションですね。パッションで機械もパッション大事ってことですよ。パッション、パッション、パッション大事パッション、うん、いやでも結構やっぱメンタル大事じゃない、シャドーバースリアルに。あ、まあ大事ですね、うん、本当に。そのプロ選手の戦いってもう本当気持ちの勝負みたいなところないですか。あります、あります、本当に、うん、やっぱ緊張しません、最初に、はいはいはい、あのプロリーグプロの試合に座った時、はいはい、椅子がもう揺れるぐらい緊張しちゃってて震えちゃってるみたいな、はい、ガクガクブルブルでした。いやでもそうなりますよね。待って、これ欲張りセットやりてえけど無理だな、これどうしよう。今、はい、顔殴られたじゃないですか、うん、はいはいはい、あでもこれマジカル、いやこういうやつなんですよね。ここ難しいですね。いろんな選択肢があるんですよね。そうですね、かなり選択肢は多いですね。なった時にちょっと僕がいつもやってるやつやります。とりあえず正解わかんないですけど、はい、うん、止まれはしない。で取ります。あ、これ言ってなかったかもしれないな。これやっちゃうんですよね。なるほど。あ、悪くはないと思いますよ、ちなみに。で、進化1個使って、もうこれ並べちゃうみたいな。何かな、まあ、ちなみに最初のリペアモード打つところまでは結構いいです。なるほど、これ良くなかったか、はい、無法モードはマジカルシューターから加わる瞬目との相性がいいので。なるほど、そうか、はい、って言ったところぐらいですかね。でもかなり筋としては悪くないですね。マジカルシューターをプレイするか、はい、このマリちゃんを出すかっていうところだったんで。なるほどなるほど。選択肢としてはかなり良かったと思います、うん、はい。そう、なんか僕の、はい、僕調べの YouTube とかで動画で見て、はいはいはい、まあ、このマリーを、はい、マリーのアビリティ効果で、はい、まあ、この盤面をうまくコントロールするのが大事っていう。そうです、そうです、そうです、知ってますね。じゃあその通りですよ、本当に全部破壊されて難しいな。そうですね、ここもまた難しいかもしれないです。まあ、簡単に言うとこのターンは、はい、進化1回吐けるじゃないですか、はいはいはい、なんで進化を吐きたいです。ですよね、はい、なんで進化時に何か持ってるやつが一番いいかもしれないなっていう思考ですかね、最初に。なるほど。あ、リーダーにもダメージからもこれマジカルシュートいっちゃおうかな。かなり、うん、いいですよ。攻防的にな。おっと、瞬面出しちゃおうかな。僕出しあれ出しちゃダメですかね。いや全然大丈夫です。僕出して終了にしようかな。はい、出すことによってその今来たヴィンセントさんが無料で進化できるようになるので、形としては全然悪くない卓ですよ。てか僕はこれしてました、はいはいはい、逆に、はい、プロと一緒だもう。いやーよかったっす、完璧に一致しました今。いやそこで言うとさっきその放送始まる前にも聞いたんですけど、このヴィンセントのタイミングっていうのもね、そのさっき暇の時に出すのがいい。そうですね、暇な時にこのさじ加減、暇かどうかのさじ加減を受け取れるかどうかなんで、やっぱデッキにちょっと語りかけてもいいかもしれないです、はい、今暇ですか、今暇なのかって暇だよって書いてくるかもしれないです結婚記念のハンカチを、はい、お疲れさーん。でも動きとしてはかなりいい立ち上がり、うん、おー、ここだよね。僕、はい、たまにこいつ進化できるタイミングで進化しないみたいなことがあるんですよ、よく。はい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 。なんでこれ気をつけないと。どうしようかな。このターンがどういう状況かですね。これ暇ですね、多分。おお、多分気づいちゃいました。いいですね、そうなんです。気づいちゃいました。盤面が空いてるじゃないですか、これ。はい、暇だな。ガラッガラなんですよ、相手の番組。これ暇なんですよ。暇なんですよ。これ暇っすよね。でもこれいっちゃって。つぶやけば現実。囁けば真実。で進化いっちゃって、はい、はい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 、かなりいいですよ、ちなみにかなりいいです。ここ問題が一番最後スーパー暇なので、スーパー暇っすね。だから最後まで暇を遊ぶか、まあ、ちょっと暇だけど
ちょっと今日予定開けて帰るかみたいな、どっちかみたいなところですよ今。その例え難しくない？なんか疲れちゃったらいいけど、これ難しい。いやこれ難しいんですよ。でも難しいですよね、はい、これもギルド会議を打つのか、はい、打たないのか。ちなみに打つタクも悪くないですね、うん、1枚山札掘れるので、このカードを温存していくよりかは早めに山上を見て勝負を決めに行かなければいけないって選択肢かなりあるので、うん、悪くないと思います。これもういっちゃいますね、はい、いつもいっちゃうんで全然ないですよ、はい、ギルド会議攻められてない時はやはりドローで見るっていうのはかなりいいプレーなので、さっき言ったじゃないですか、こう暇な時間に。あーなるほど、そう大事だ俺空見てたかもしれない今そうですね、今日言ってた空を。矢印の方を押すと、はい、情報が変わります。なるほど。それで3回目のプレーが何になるかっていうのを今のうちに見ておくと結構いいですよ。スペルを3回目で打つとヴィンセントの効果が発動するじゃないですか。36みたいなやつですよね。はい、そうです、そうです。なんで3回目のスペルになるの何かなみたいな。はいはいはい、今チラ見した感じだとリペアモードは1回って出てましたね。はい、あと2回打つと3点ダメージ取りますよね。確かに。でギルド会議は1回なのであと2回打たないと飛ばないですね。でも手札に2枚ないので、はい、今リペアモードが何枚あるかって感じですね。気にするべきは、はい、で今1枚で、なんでこのアイアロン2枚目も見つけましたね。なんで一応、まあ、はい、発動しようと思えばできるっていう状態になったっていうところですね。まあ、でも一番大事なのは、はい、なんだと思います、このデッキの進化なんで。そうですね、そうなんですよ、そうなんですよ。マリーをどうつか、ここね、これ難しいですよ。ここね、いやこれはちょっと難しいですね。むずいんですよね今進化何回かも見れますよ、あの情報のとこで。こうですね。で左のとこポンと、矢印をポンって押すと、はい、これで進化回数が見れば、はい、進化3回、3回なんで、あと2回はしたいですね。心持つでいけちゃうんですよね。いけちゃいます、ね、いけちゃいます、ね、はい、僕いつもこれ6溜まったら、はい、やっちゃうんで、やっちゃいます、はい、お、でもこれやっとくと倒れたらリペアモードが2枚増えるんで。そうですね、はい、一応打てることもで、ここ何もできないんで終了。悪くないと思います。いいですね、いいですね、かなりいいですよ。で進化5回いけたんで、こっからはマグマです、はい、マグマ、はい、出ましたね、マグマ。こっからが本番と、うん、はい、こっからがまあまあ本番だよないい感じになってきましたね。音でかくて超強い、これ強いですよね、うん、登場時言ってますもんね、我でかくて超強い自分から超強いっていう人なかなかいないですから ね、僕もこういうのを着てて言うのもあれですけどそんないないですよね。最強って書いてる、ね、最強って書いてある人でも戦いたくないですね、怖いですね、やっぱりリペアモードが3枚になりました。もともと1枚打ってるので 2個使えば3点飛びます。いい感じじゃないですか。これ取られますね、プロダクトマシンが。残っちゃいそうですけどね。あ、残った。あれ、うわっ、ちょ待って、そう、これ難しいですよね。これあのヴィンセントの効果で能力が、体力か能力、あの攻撃力が上がった時にジャッジメントワードっていうスペルを加えてしまうので、はいはいはい、それがねよく分かってないんですよね、僕。それがちょっと難しいですね、状況として。使えないんですよね、うまく。どうしよう、これで、これなんかこれの進化でも無料進化でも取れるんですよ、ね、ありです、ありです、ありです、うん、なんでこれちょっと生かしてもらって、で今7ターンなんで、あと1ターンぐらいでやんないとまずいってことで、うんうんうん、間違いない。ここ難しいですね、これ。耐えれないことがない、耐えれないこともない。でこれ盤面に引き継ぎして2つで溜まると、はい、できればこのターンアイアロンは出しておきたいですね。ですよね、はい、これ腐っちゃいますもん。こうやってで、ここなんですね、いいですね。またここが一番難しいですね、残り何をするか。8枚2枚入ってる、まあとりあえず殴って、ね、そうですね、ああそうっす、確定する効果からやって、はい、でまあ一番左入っても悪くはないですかね、か形としては。で盤面整理して、
手どこには糸つきまして、これね難しい、まあ、悩んだんですよね今。リペアここマジで難しいですよ。リペアモードと、はい、エレノア出すっていう、ああそうですそうです、そっちもあったんですけど、どうしようかな、かなり難しかったです。ジャッジメントワードっていうか、あのヴィンセントの効果かかってたんで、はい、あのマウンテンドールに対しては5点で当たらなくても3点プラス何かで取れるみたいなのがあって、はいはいはい、そこがちょっと今難しかったですね。そうなんですよね。でもタクとしてはかなりいいと思いますよ。そうですね、圧はかかってます、はい、それで言うと圧かかってるんで、個人的にはこのタクはいいなって思います。これワンチャンスありますよ、これこれワンチャンスありますよ、これ取れちゃいますもんね。あー、メウシア、これは強い進化権回復する相手するんじゃない、てか多分取れる当たると思うんだよね。何を引くかっすね、一番大事なのはこっから、はい、今ちょっとリペアモードのプレイした回数って1回で合ってますかね。リペアモードは1回だよ、1回ですかね。あ、クリームニル来ました、これ、これいいんじゃないですか、これなんと、はい、リペアモードがいって残り2点か、これ15だもんな、これすんごい裏技を、これはちょっと特別みたいなところであるんですけど、はい、あのこのリペアモードを、はい、回復して打ってで、はい、H の結実でドローして、あ、これ普通に素出しでってことですか、ね、はい、その発想ないな、俺ドローして、どうぞこちらへ、あー保安官補かで、一番左から2枚目のマリいるじゃないですか、はい、あ、出してアビリティ普通をポン、優しく置いておいてあげて、優しくね、はい、これ優しく置いておいてあげてください、優しく、優しく、はい、優しくですね、優しく、でこれターンを返すと対戦相手、これさっき言った何かの状態になってるんです、ほぼこれエンドすると対戦相手が、なるほど、バンネルロックだ、そういうことなんですよ、なるほど、で、なんと次出せなくなる、はい、9点のあれが出せなくなるし、なんとこれ次、はい、リペアモード打つと、はい、全員そうなんですよ、はけちゃうってことですね、はけちゃって、でグリームニルってカードを打つと、打つと顔に全部入ると、そういうことなんですよ、やばいこれお、僕、はい、いやこの発想そう、やっぱプロゲーマーの人からならないと僕ここまでなんないですね、もう9点だから終わりだみたいな感じになっちゃって、はいはいはい、でもこれだとあのさっき言ってたあのベルホメットが出てきても1人しかいけないんで、そうですね、もうかなりまくりに近いですよこれは。で盤面もう 0-1 なんで相手のフォロー破壊しにいけないですよ、はい、自分から倒れられないですよね、っていうこれもうこれはプロって書かれてるマジでプロなんだよなこれ、はい、すげえ進化権回復されたら PP がいるんでね、そうやばいんだけど 8PP は絶対ないんで大丈夫です、はい、名もなきでも 2PP 使うんで、いやマジプロですね、もうこの発想に至れるっていうのがやっぱプロたるゲーム、そう、まあ一応そうですね、仕事をお仕事として、はい、やらせていただいてるんで、いやすごいです、マジすごいです、はい、すげえ、これ相手固まった、いやそうですね、困ったな、困りました、いや僕あのこの状況だったら盤面いっちゃってたっすね、はい、普通に処理しなきゃいけないみたいな感じ、いやでも処理しなきゃ処理しなきゃなっちゃいます、そうやって普通はね、はい、うん、まあ、なんでやっぱ圧をかけた方がいいんですよ、はいはいはい、圧かけどくみたいな、はい、ところでこれ回復のフォロワーが来たんですけど、はい、多分大丈夫だと思うんですよね、いかないかな、これ負けちまうかな、テトラを引いたら一番熱いんですけど、これ勝ってる ?3 で与えて、これを18、ああ行ってますね、え18なんで、リペアグリムグリムでいいんじゃないですか、はい行ってます ね、 ってるね、これリペアかな、リペア打つと、そうです、ね、そうです、盤面が勝利きれいきれいになるんで、ここでドンとでグリムディルで2発で終わりっすよね、はい、そうですね、20点入るんで、やばい、で一応倒れると4点回復がついてるんですけ ど、 でもこいつは突破できてるっていう、やーばい、これプロすぎる、どうすこれはリグゼさんやべえやべえ
鳥肌ですよね。いやマジやべえこれこの発想ならないです僕は。この処理でも気持ちよくないですか。いやすごいっす。あれもう一回やっても大丈夫みたいなんで、もう一回やっていいですか。もう一回ウィッチ行きましょうか。じゃあやっぱたくさんやることがやっぱ一番の上達になるんで、はい、じゃあ部屋も立て直して、はい、僕の方でやらせていただきます。いや今の試合めちゃくちゃ良かったですよ。これはシャドバファンの皆さんで湧いてるんじゃないですか。あちなみに、はい、くっそ芸術点です今自分で言う。あのいやすごい、なんかスラって言ってたんですけど、はいはい、内心、はい、あれ気持ちいい確率俺やべえみたいなことをちょっと正直思ってました。はい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 。なんでこういう、まあ、やっぱり気持ちいいタク取った時に、はい、ドヤ顔するのもやっぱこのゲームの醍醐味だと思う。なるほどなるほど、はい、ドヤ顔ができるように頑張ります。44015です。44015。いやこれ出ましたね。でもあれですよ、これは途中でこれリーサル取ることできたのは、はい、あの暇を見つけれてヴィンセントを置けたからなんですよね。はい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 、にそこに戻ってくるんですよ。いやこの暇っていう発想もね今日学びを得たんで、はい、学びを得ましたね。でかいです本当に。はい、じゃあ YM さんか、 YM さんよろしくお願いします、はい、お願いします。ラストなんでちょっと張り切って頑張ります。いやここ勝って終わりたいですね。いや終わりたいですけどね、まあ分かんないですどうなるか。相手は準備中なんで、なんかデッキ決めてますね。はい、多分デッキ決めで今ローディングだったって感じです。こういうタクを取れるようになるとプレーオフに行ける。いけます、いけます、いけます。こんなできたらいけるね、絶対いやでもこれができてもなかなか難しいんですよ、はい、なるほどなるほど。それぐらいやっぱ層が厚いですよ、シャドウのプレイヤー。そうです、またドラゴン今日人気だね。人気ですね、今日多いですね。いい加減なし、本気でいくわ。頑張っていきましょう。はい、おお、もうこれアイアロンは絶対残して。あいいですね。こうしちゃうかもしれないです。あいいと思いますよ、はい、かなりいいです。おしかもいいの来ましたね、一応確実。実に不可思議だ。自然軸だね。自然軸やってまいりましたね。あらアイアロン行っちゃいます。はい、ターン終了。いやでかいっすね。これちょっと今のうちに考えておかないとおおおおいいですね、いいですね。すでに成長が、このやっぱ考える時の癖っていうの僕好きなんですよねこの普通に触っちゃってるもんな今この僕。いやでもこれ結構やっぱこのゲームの何配信って言ったらいいんですかね、はいはい、そういうところやっぱ結構でかいかなと思ってて、こういう姿見れるのレアじゃないですか。だって確かに。で僕はもうめちゃくちゃ最高だと思ってます。これって欲張りセットってこれ3ターン目じゃないとできないですよね。欲張りは4ターン目ですかね。4ターン目か、はい、4ターン目だ。これ手札に加えるだけですもんね。ここでもちょっと難しいですね、ですね。これ、うん、僕これ何もしないっていう選択も別にありですよね。かなりありですよ。かなりありです。僕みたいなこれカジュアルプレイヤーってなんか不安になるんですよ、コスト出さないと。ああ、確かに確かに。あるあるなんですけど多分。これ分かります分かります。これはもうでもカードゲームあるあるでもあります、うん、はい。ちょっとで僕はちょっと今日勇気を持ってターン終了しようかな。最高っす、うん、はい。そうこれ今リペアモードを使わなかった理由っていうのはもしかして、これはあなんかシンプルに回復する手段がないからかなって思って。もう一個の理由があるんですよ。もう一個、はい、教えていただいてもいいですか。右から3つ目のカードちょっとタッチ見てください。タッチミー融合だ。で機械カードが今リペアモードと同じ実質の2枚なの で、 これでさっき我慢したおかげでこれができると、はい、でこれで進化を一つ、そうです、いけますと、はい、で盤面も取れます。そうですね、完璧ですよこれは。でこれ取って終了、はい、で今のは上村さんが前のターン 2PP 目の時にあそこでマリーリペアみたいな動きとかしてた時には機械カードが2枚絶対なかったので。確かに確かに。今やんなかったことで今この動きができる。我慢の結果が実ってますこれは。だってさっきその選択したら盤面取れてない。そうですそうですそうです、そうです。盤面も取れて、しかもなおかつ今相手のフォロワーも、はいはいはい、3-1に当たってきたのでもう2体分得してる、もう得しかしてないんですよ。なるほど、こういう時の我慢がね大事ですね。ここですよね。ここ難しいですね。でこれいけんじゃないですか。
欲張りするとこっちからでしたっけ、行くときは、行くときはマイザーからスタートですね、基本的に。手札に加える難しいで、を使わなきゃいけないので、これで春明、春明行くのもありなんですけど、はい、これ春明行った場合、もう一個のプレーってマリになるじゃないですか。はいはいはい、1余りません？そしたら余るっすね、確かに。で春明を出すカード、実はもう一枚いるんですよね。1PP 多いですけど。こいつだ。レビールの保安官。はい、保安官補さんがですね。保安官補さん、はい。でちなみに今そういう思考の仕方でいいんですよ。はいはい、この春明とマリー出した方がいいな、あれでも1余るなってこと気づいたじゃないですか。はいはいはい、であれ、うん、これでもいいじゃんっていう気づきが結構大事なんですよ。なるほど、これの積み重ねで。はい。じゃあこれちょっと行かしていただいて。はい。明日をちょっとはマシね。まあハンドは。で欲張っていくと。はい。反応は溢れるけど、これで手札の履き方的にも十分かなというところですね。でどうなんだろうこれ。進化しなくていいっすよね。いや、した方がいいか。した方がいいかなと思うんですけど、これ実は、はい、実はこのラピッドファイヤーが今対戦相手の盤面に打てないじゃないですか。はいはいはい。だからまあちょっとそこはまたちょっと諸説かなみたいな。なるほど。はい。だからこれだってもう超過しちゃいますもんね、手札。まあ、でも形としては結構いいと思いますよ、はいはい。まあ、これで対戦相手の盤面にフォロワーがいたらこれがパーフェクトだったみたいな、はい、なるほどなるほど、はい、うん、でも相手フォロー視点が1面しか取れないからこれは結構強いタクになりましたね。乱世の正義も心地よい。これ結構でかいですよ。なるほど、これ手札で完結できてなおかつ進化も稼げる未来見えてきたんで、これは進化スペルを打たないといけないですもんね、まず、うん、はい、なんですけどもう一体進化同時にできるやつもいるみたいな。この子も一緒にってことですよね。はい、この子も行って、うんうん、これ忘れるんですよね。一緒にっていう一緒に忘れちゃうんですよね。でまあ、一発打ち込むとかましちゃっていいですよ。かましちゃいますね、ゼロで、はい、いい感じですね。これもいけちゃうんですよね。おー、なんですけど、なんですけど、あ、でもありですね。いや、そっちの方がいいかもしれないです。いや、大丈夫です。いっちゃってください。いっちゃいますね。はい、これで、で、これラピッドファイヤーで取るのか、はいはいはい、これで行くのかっていう。ファイヤーしちゃった方が強いかもしれないですね。ですよね、はい、ファイヤーしちゃってもこれ圧かかってますか。圧かかってます。で盤面のフォロワー進化できちゃうんですよね、なんと。まだ使ってないんでこのターン進化権。確かに一番左の子が、はい、顔いっちゃいましょう。これでいいですね。このターンなんと4回進化しました。今日が明日をやめときの、はい、ね、なんか余ってるんですよね。どうしようかな。いや、出さない。出しちゃっても問題ないですね。手札にまたマジカルシューターとレビールの保安官補がいるので、はいはいはい、出しちゃっても問題ないです。で、いいですね、この時間。これもう5回も達成してます。はい、そうなんですよ。6回です。もう暴れ方ですよ。これ強いですよね、相手。かなり強い動きではありますけれども、まあ、次のターンね、どうにかこうにか返していけそうなので、はい、まだまだ問題はないんじゃないかなと。はい、おお強い。これは最高のカード来ましたよ。これやばいです。これ欲張りプランいった方がいいです。では欲張りプランマイザーから生かしてて、はい、欲張っちゃってください。これすごいですよ。これはいい、加えられるだけ加えてください。頑張って一番加えられる方法を一番く…でもこれ閉めた…どうしようかな。これビビリでも出せる。出せますね。 5PP ですよ。 5PP なんで。ただこっから出して、はいはいはい、いいですよ。でレビールでもう一回出す、はいはいはい、いいですよ、いいですよ、いいっすよ。でまた出てきてこう欲張りが最高に欲張りプラン達成できてますよ。でこれ進化…あ、これか。おお、こいつ行って、はい、行くと行ってそのまま出して進化すると進化してゼロコストにしていくと、はい、はいはいはい。で4枚になりますよ。完璧ですね。これ大量に加えられました。ラピファで
で、これは3枚以上なら相手に2ダメージ。ここちょっと難しいですね。取り方なんですよね、ここの。今回、これは2枚打ちでちょっと2枚保険に残しといた方がいい感じですね。これ保険に入っておくみたいな。やっぱゼロっていいですよね、いつでも打ってるんで。うん、そうですね、これ、はい、あ、トレードしちゃって、はい。で、盤面も圧かかってると。圧かかってるって感じですね。あとは攻めるカードが欲しいです、はい、テトラかグリムか、ね、あとは堕落とかね、ドローしたいですよね、はい、堕落、ギルド会議も進化7回なので、はいはいはい、かなり強く使えますよ。突進がつく状態、はい、いい感じですね。バリバリのロイで全打開してリペアが2枚ね加わって、はい、これさっき取っといたラピファがうまく使えそうですね。確かに処理しきれるか。おお、これこの動きっすよね。むずいですね。ここ難しいと思いますよ。これでも別に取れますもんね、賞味。はい、取れますね。でも進化権もなくて、え、これもし、なるほど。どうしよう。これでもラピット2枚では取れないから、どちらにせよなんかですね、うん、はい、出すっていう選択肢非常にいいと思いますよ。出そう。生きるという反逆を起動します。で、こっからこれ、まさかこれ打っちゃいます。はい、打っちゃってください。全然合ってますよ。これで取っちゃって、取っちゃって、ファイアロー、お、はい、いいですね。出します。あ、でいいんすかね。いいっすね、いいっすね、はい。ちなみに今でもよく気づきましたね、手札が溢れることを気にしたんですよね。そうそう、溢れるんですけど、まあ、でもやっぱ見ないといけないんで、はい、はい、ただ一つなんかここで逆に溢れるってことは、はいはい、手札1枚減らす方法が1個だけあったんですよ。なるほど。あ、ラピファってことですか。そういうことです。三三で当たる前に傷つけまくっちゃってから当たるっていう、わざと損するっていう方法を取れば、はい、今。なるほど、それテクイですね。やばい。なるほど、なるほど。でもこれ気づけたんで、はいはいはい、もし同じことになった時絶対気づけますよ。なるほど。これは追い風。やっぱここで、あの、分からなかったら、やっぱこういう直面、あの場面に直面することはなかなかないと思うので、はいはいはい、この自分がやってる時とかに分かり、あーっと、これはちょっとピンチですね。これかなり強いですよ、このあるこれで、まあ攻撃はしてくるかな。でも形はまだ全然、これはテトラか、はい、テトラ、あ、でも一応マジカルシューターから最後のやつを拾いに行くことは不可能ではありません。で、テトラ出す前に絶対にハンドを8枚にしないといけないって言ったところは覚えておいてください。確かにソニックウォーが来る関係があるんで、今回は難しいですね。難しいな、燃えちゃうから、うん、だからシューター馬ビンセいけないもん、ね、うん、まあ、リペアモード打ってテトラ行くかのが一番いいかもしれないですね、うん、ここは、うん、これコストも、まあ、そか、次のターンにちなみにコストは戻ります、上がったやつは。はい、そうですね。じゃあテトラ行って、私たちは生きる、今進化9って書いてあった、ね、進化9、確かにもう10いくんだね。で、何か機械カードをプレイするとテトラ進化できるようになるんで、はいはい、ソニックを打ちますか、うん、はい、いいと思います。いいと思いますよ。これ顔に、え、いいと思いますよ。顔ですよね、はい、顔に打っちゃって、顔に行かないと勝たないんでね。で、進化が可能になりました。で、PP2 回復して、こっからがまた難しいですね。残り 2PP、 これ何をするかっていう。そうっすよね、これどうしよう。あー、難しい。これこうして、はいはいはい、これさ、これソニックを打っちゃっていいかな。全然あれだと思いますよ。余ってるんで、これも打っちゃって、あ、あ、やらかした。これが、そう、これやっちゃダメなんだよな。あ、そうですよ、これが本当にダメなんですよ、はい、やっぱ時間があるんで、ここをうまくまとめなきゃっていうのと、くっそ、惜しかったですね。ただ、あの、
これやんなきゃなっていうのを順番にやっていくことで、はいはいはい、時間の節約にもできますし、うん、相手のターンにちょっと次これ使おうかなとか考えておくとまた時間の節約になるので練習でよかったです。そうっすね、こういう時間切れにならないようにこうオートマチックに考えながらやるのが大事ですね、うん、でもこれ次のターンちょっとチャンスありますよ。これもしかしたら進化系ないですもんね相手、はい、そうなんですよ。実に不可思議。これは5点。実に不可思議。あと残り3点分ですね。おお。でも進化が進化切れないですね。でこうなった時に盤面になるんですかね。取るっていう。ここ難しいですね。一応。ソニック4で盤面触れるのとマジカルシューターからなんと瞬目を持ってくることができるので、確かに無料進化もできる、はい、なんでできれば無料進化できるといいなっていうのがまず1個目なんですけど、先に出すと瞬目が燃えます。なるほど、誤ってしまったこれやってしまいました。これはあの1回やった方がいいです。僕もあの配信で何回かやってやべやっちったってなるんですよ。でこれちょリペアから行かないといけなかった。あそうですね、ソニックカーからリペアから行かないとやらかしたな。で盤面取るしかないですもんね、まず。そうですね、一回盤面取って、ソニックソーファイヤー、うん、いいと思いますよ。取って大丈夫です、まだ焦るような時間がない。リペアモードってこれなんとフォロワーに打ってたりするんですよ。なるほど、こうしてで上から取ると残って、これはこうするか、使っちゃうか、使ってもいいですよね。いいですよ、いいですよ、顔に使っちゃいます。ごめんなさい、おお間に合った。守りは大事です。これでソニック4のこのプレーが何枚目になるんですかね。次 1,2,3,4,5 回目か、5回目ですかね多分。これで押すとまだ右でもいいか、右でもいい、はい、勝ちの目はありますんで。もう一度世界を、何が一番強いんだろう。多分今対戦相手進化3回目ですよね、はい、あ、いや5回目か、5回目、今のが起こるな、はい、あー終わってしまったいやー惜しかった。いやでもちょっとね、はい、学びがありました、かなり、はい、失敗したのもうん、うん、いやそうですよ、はい、マジで失敗は成功のあれですし、はい、やっぱ時間切れって本当にあの、はいはい、あれなんですけど、あの僕も先日実はありました、はい、時間をあのしかもプロの試合であ、マジですか、はい、自分から発表していくスタイルいいね、リグで、はい、プロ選手でもやってしまうことがあるってことですか。そうですね、はい、なるほど、一番やっちゃいけない時にやってしまったので、はいはいはい、はい、まあ全然これからはい、はい、まあちょっとこの進化ウィッチ、はい、もうちょっと練習しますか。そうですね、まだいけるなっていう感じがありました。いやいいですね、この向上心本当にでかくて、はい、あれですよ、今後も多分どんどんやっていくと、はい、まあ、対戦相手も強くなっていくと思うので、はいはいはい、学びもどんどん増えてくると思います。はい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 、でもラスワンネクロに関してはもうほぼ完璧じゃない。ネクロはかなり良かったです ね、うん、多分ネクロぐらいちょっと練習積めば、はい、もっとマシになるかなっていう。そう、今週勝てると思いますよ、うん、デイワン突破、夢じゃないと思います。本当ですか、結構現実ですよ。ネクロ本当に良かったんで、やっぱウィッチがかなりデッキが難しいんで、はい、そうですよね、ちょっと詰めてって持っていくっていう風にすれば、はいはい、まあ、やっぱ BO3 って2つ戦って2個勝たなきゃダメなので、はいはいはい、多分ネクロの成績良くてもウィッチがちょっとこけちゃうってこともあると思うので、はいはいはい、ちょっとウィッチをね重点的に練習するのが良さそうですよね。そうですね、ウィッチで頑張ります。そうですね、じゃあということで海老原さんお知らせがあります。はい、はい、冒頭でも、はい、紹介しました、7月17日18日に行われる、一次予選から配信もあるので、まあ、これ実はこの配信があるんですよ、一次予選の、はい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 、なのでなるほど、もしかしたら上村さんの試合も見れるかもしれないということで。なるほど、はい、まずは一次予選の観戦枠というやつなんですけども、出演者がですね、友田和樹さん、丸さん、そして僕、はい、で楠木さん、圭介スリーさん、サニさんとプロ選手から、あとはプロリーグのね、
はい、実況解説の人も出ます。でこちらが7月の17日の土曜日の14時45分から、観戦枠っていうのをやります。はい、そしてデイ2がこちらです。はい、デイ2も、同じ面々でやらせてもらいます。そして、配信の日時は、7月18日日曜日の2時、14時45分からになります。そしてですね、本日からこちらの商品が、抽選で当たるキャンペーンがございます。はい、0時公式ツイッターをフォローした上で対象ツイートをリツイートしてください。リツイートしてくれた方が対象となりますので、ぜひ、キャンペーン中にですね参加して上村さんも参戦する一次予選を応援していきましょう。はい、ということで、こちらが以上のお知らせとなります。はい、ダイバーもですね、はいはい、そういう e スポーツのプレイヤーだったりとか、それを、うん、まあ、プロを目指す人とか、そういう人に向けて、こう頑張る人に向けて作った曲なんで、合わせて聴いていただくと嬉しいですね。そうですね、やっぱりスポーツ観戦があって、毎日聴いてます。ありがとうございます。あと、あれが流れると僕は、はい、あ、仕事始まるなっていう。あ、なるほどなるほど。ふとき、あの、こう作業とかしてる時に家で流れると、はいはい、あ、仕事始まるっていうオープニングで使われてるので、はいはいはい、あれが流れるとなんか急に背中がピシッてなったりしますね。なるほどなるほど、解説者ならではの、はい、あの、あるあるですこれは。はいはいはい、リグズさん、なんかせっかくなので僕に質問とかバンドに対する質問とかあります？あのダイバーの歌詞にあの、はいはい、魔法って言葉あるじゃないですか。はいはいはい、これってやっぱりシャドバのスペルとかはイメージされたのかなっていうのがちょっと、そうです、実は素朴な疑問でして、なんかそのシャドーバースのその言葉だったり、はい、レイジンの言葉を入れるようにこう、うん、ふんだんにこう試行錯誤して入れてみたって感じですね。はい、それも魔法もそのうちの一つ、僕は作詞じゃないんですけど、あ、はいはいはい、魔法もそういう意味でイザベル魔法使いですからそういうところ、まあ、そういうところがあったのかもしれないですよね。はい、あるのかなと思ってちょっと気になってたんですよね。ありがとうございます。はい、実際そうですね。あ、でもそうなんですね。はい、ちゃんとこうリンクしてるんですね、このシャドーバースと歌詞がね。そうなんですよ。まあ、2番の最初のやっぱあれ、無敵になった気がして、まあ勘違いさせてくれてっていうあるんですけど、ちょっと先日僕打ち砕いたっていう、はい、勘違いした、勘違いして、ちょっと無敵かなと思ったんですけど、いや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 、勘違いさせてくれたっていうところでしたね。いや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 、あ、そうですね、これですかね。はい、はい、そしてですね、今回、ポルカさんの公式テーマソングが使われてますダイバーですね、があるんですけども、それが使われている大会ですが、大会がレイジシャドーバースプロリーグ、こちらが次回8月の1日に行われますということで、こちらは、私解説も出ますし、そしてリグズ選手も出ますが、はい、今チームは2位ということで、はい、2位ですね。なるほど、どうですか、意気込みはありますか、これから。まあ、今日ね、はい、結構いいプレーをちょっと見せることができたかなと思うので、そうですね、はい、プロちょっと応援していただいて、いや、応援しましょう皆さん、ポルカファンの皆さんも、ありがとうございます。なんでね、もう絶対に勝てるように、はいはい、頑張って練習していきたいと思うので、応援よろしくお願いします。僕も応援させていただきます。いや、でも100人力ですよ、そんな。もういやいや、もう絶対勝ちます、もうこれは絶対勝ちます。もうこれじゃあちょっと期待して見ていただいて、はい、はい、ということで、はい、はい、今日ね、すごい良かったです。もういろんな暇とか、はい、いろんなこう暇ターンですね。そう、学びがありました。あ、その盤面ロック、はいはい、盤面ロックありましたね。本当に今日がなかったらもう学べないこといっぱい学ばせていただきました。たくさん、もう上達スピードめちゃくちゃ速かったんで、はい、あの教える側としてもめちゃくちゃ楽しかったですね。はいはい、ありがとうございます。なんか、はい、超ランクやってマスターになった時はツイッターにデカデカ載せますか。おお、楽しみですね。いや、楽しみですわ、それは。いや、もうそれもうマスターまだかっていうリプ送ってきてください、ね。おお、いいですか。なるほど。マスターまだかってリプを。マスターまだかって。おお、煽ってください。そう。やっぱこう煽ってもらってからが本領発揮ですもんね。そうっす。はい。で、まあそんな感じで、うちの曲のダイバーもね、今 MV を作ろうとして絶賛制作中なので。皆さん楽しみにしていただければと思っております。で、今日はリグズフさん、エビハラさん、ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、さようならバイバイ、さようなら、ありがとうございました。